サディスティック、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 ディザイアお肉ありがとう。こんばんは、みんな元気？あ、お肉ありがとう。はあ、あ、お肉ありがとうね。どこにいるんですか？本当だよ、俺はどこにいるんだろう。いやー、ため息出るよね。この焚き火っていうのは何なんだろうね。このあれはこの人間のさ、この DNA に入ってんだろうな。この焚き火ってこう火を見てさ、こう興奮するって感じ。興奮はしてねえ、興奮はしてねえ。危ねえやつかよ。火を見て興奮するやつは危ねえやつだよ。ですね、体調なんですが、ごめんなさい、皆さん。ちょっと鼻声で、まあ、具合はそんなに悪くないんですが、今日、ちょっと、イケメンご尊顔を、今日披露できない理由がありまして、ちょっとね、もうちょっと経ったら、お話ししようと思うんですが、ね、俺といえばね、なんか顔みたいなところあるじゃないですか。やっぱり顔がいいでここまでのし上がってきたみたいなところあるんで、マジ母に感謝、お母さんに言え、こういう感じじゃないですか。親父がイケメン、小学校の誕生日会の時に友達が6人来てガンダムのプラモデルくれた。そこでお父さんを見かけた同級生は、え、お兄ちゃんいたの？そうなった、いえ。うちのおとんは、いえ、真田広之にのめちゃくちゃイケメン。身長176センチ。女子が一番ちょうどいいと思う、いえ。身長176センチ。その遺伝子受け継がず、受け継がず。ただおかんの可愛らしさ残されたゆうや、その部分継承してくぜ、いえ。可愛いおかん。真田広之はちょっと言い過ぎたね。ただ真田広之っぽいのノリ的には、そうなんだよ。いやー、このさ、いや、まあ、やっぱ火を見るとやっぱりあれだね、こうなんかこうはーって気持ちになるね。この音とともに、何なんだろうね。体調はね、大丈夫なのよ。かなりね、もういいんだけど、あのね、今日ね、防音？なんでハテナつけたんだろうね。防音の、ちょっと施工をしてたんですよ。でね、経費削減で、俺は、窓枠にね、そう、DIY、そう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 。まあ、施工してあったんだけど、もうちょっと、その窓枠にバコってはめたみたいに木のやつをはめようと思って、で、いろいろやってたら、グラスウールっていうね、ものを使ってるんですよ。グラスウール、ちょっと見て。
これね、これガラスを繊維にしたものなんだけど、だし巻きみたい。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、話ぶれるやろがい。卵焼きかと思ったよ。そうそうそう、断熱材で、吸音材にもなるという。そうだね、断熱材として、まあ断熱材と防音、吸音材として、かなりね、素材としてはいいんだよ、これ。ちょっとこれ焦げちゃうから。焦げちゃう。ああ、ちょ、きつね色にしてよ。ね。うん。でさ、これをさ、まあ、要は高い断熱材とか、高い防音材、吸音材使うと、まあ、しっかり、こう、人が触っていいように施工されてるんだけど、周りをこう覆ってあったり、まあ、オーダーしてそのサイズに切ってもらったりとかってことはできるんだけど、なるべく安く済ましたかった私としては、このグラスウールを単体で、で、ハサミでバチッと切りっていうのをやってたのよ。で、窓枠のとこにもう敷き詰めて、上から布でバッてやるっていう、バッてやって、こう、塞ぐっていう窓を。で、それが、なんか、吸音に効果はあるんだけど、防音にはあんまり効果がないらしくて、っていうのが、音の特性が、反射音を防ぐためには、この吸音はいいんだけど、防音するんだったら、その気密性、その空気が逃げないってところと、あとはその、硬く質量が重いものを置かなきゃいけないの。だからグラスウールの上に、その、ちょっと木の板だったり、そういう重く厚いものを、石膏ボードとかね、本当は石膏ボードがいいんだけど、その辺を施工しようとしてたんだけど、まあ言ってもちょっとプロのものを頼んだ方がいいかなと思って、窓枠で測ってね、注文しようと思ったの。で、注文しようと思って見積もり取ったの。そしたらね、窓1個、俺窓2個あるんだけど、窓1個につき、7万かかんのよ。7万かな ?7 万に消費税かな。これはさ、もうさ、もう俺も大人だからさ、こんな荒げた声出したくないけどさ、バカ野郎こういうことじゃない？ 7 万円。いや、それはやっぱプロの施工だから、それは逆に言ったら7万円出してもいいぐらい自信があるものだと思うのね。で、まあ、言ったら、それ以上がないと思うと、で、取り外しもすごいね、楽なのよ。でもそれはちょっと7万はもうクラウドファンディングしないとダメだなと思ったわけ。そう、でもクラウドファンディングするわけにもいかないかなと思って、これはちょっと、DIY で、do it yourself って作ろうと思ったのよ。うん。で、ちょっと今日、そのグラスウールが敷き詰められてるところを、一回撮ってみようと。撮ってみようと思ったのよ。うん。で、撮ったのよ。そしたらさ、一回もなったことないからさ、わからんかったんだけどさ、ちょっと、見てもらえる？いくよ。これ画像だからね。ちょっと見てこれ。目の周り、これ見て、アウターみたいになってるの。これね、今ね、両目こうなんよ。これね、グラスウールの特性というか、まあデメリットとして、すごい細かい繊維だから、こう、肌に細かいのが刺さるんだって。で、
多分だと思うけど、俺ってあれじゃん。まあ、大きい声で言うのはあれだけど、ちょっと俺ってさ、バカじゃん。結構、バカじゃん。だからさ、多分目こすったんだよね。これ目こすったんだよな。で、これ両目とも今こうなの。マジで、まぶたボッコンなのよ。あと手の甲。あのね、めっちゃくちゃ痒い。めちゃくちゃ痒い。これね、グラスウールあるあるなんだよ。なんだけど、俺は、そんなになんないと思ってたの。そしたらちょっと免疫、さ、そのまだ鼻、なんか鼻詰まりみたいになってるしさ、免疫下がってんのかわからんけどさ、めちゃくちゃ症状で、出てさ、あ、そう、それって吸って大丈夫なのって思うよね。本当思うよ。思うよ。うん。で、それを昼間にやってて、で、眠いと思って寝て、寝たら治るべ。寝たら治るべ。ドラクエでもそうだし。って思って、てれれれれってってー。言うて、一回寝たんですよ。で、起きたらね、うん、治んなかったね。まあ、毒治んねえからな。毒、ドラクエ、毒で、宿屋では治んないからね。で、これさ、だから、教会に行こう。え？何これ、パルちゃん。PGM。これ、え？パルちゃんこれ、エロサイトじゃない？大丈夫？バルちゃんちょっとこれ先に送ってよ、バルちゃんいや俺ねマジで一回もこれ施工してなったことなかったからほんと甘く見てたわ。いや、バルちゃんありがとう。これだよ、これ。作業するときは長袖で、袖口が締まり、かつゆったりした T シャツや長ズボン、帽子やヘルメット、保護手袋などを使用し、ゴーグルかメガネを着用してください。目にガラス粉塵等が入った場合は、清水、または温水で、清水じゃない、清水。清水？いや、俺、モンスターだからダメージ15ぐらい受けるけど。俺メタル系だから一発で死ぬけど、温水で十分洗い流し、異物感が残るときは速やかに眼科医の診察を受けてください。マジかよ。強く擦らずに、そっと洗い流してください。いや、強く擦ったよ。それは強く擦り、強く生きていこうと決めたよ。バルちゃー、あー、助けてー、ねー、グラスウールかゆいって出てきた？マジか。これひかなかったら、病院行くわ。マジで、この腫れがひかなかったら病院行きます。バルちゃんありがとう。ちょっと有力な情報、有益な情報。なんか、俺調べるものとことん調べるんだけど、調べないものとことん調べない。なんだ、人はみなそうである。いやー、もうこれがもうこうだよ。もうこう。てててててててーん。ギャー、やめてくれー。サブリミナル効果。サブリミナル効果。いやー、恐ろしいことになったよ。グラスウールかゆいか。ちょっと待って。いや、病院行く。
病院明日までなったら行くわ。めっちゃかゆい。え、ちょっと待って、チューチュー散歩来てるやん。チューチュー、いや、ちょっと待って。チューチュースタンプいいって。なんかネズミどっちかっていうともうあれだから、目に入ってるからネズミ、目尻んところ入ってるから。チョキメキも運ぶよチューチュー。それ嫌なアレンジ、嫌なアレンジ、この半音噛む感じ、嫌なアレンジするなぁ。もう、ま、往年のヒット曲はもうストレートにいけ。もう30年後のチューチュートレイン、もうこうなってるよ。もう代表曲をさ、営業で歌いすぎた人ってもはやちょっと曲 CD から変わってる説あるよね。いや、チューチュースタンプがもう入るって、ネズミの毛が入るって、もうネズミってすごい雑菌なんだよ。コレラとかそうだからネズミなので、ネズミなので、お気をつけください、本当に。あー、ネズミ、ネズミ、なんでネズミなの？うわ、可愛くね。可愛くね。なに、可愛くない、これ。あ、かわいい。その目閉じてるやつはかわいい。お腹いっぱいのやつが多いな、確率が。お腹いっぱいのやつの確率多くねえか？イメージでやってないか？イメージ先行だな、これ。ちょ、待てって。待てって。バルちゃんも言ってたけど、これ、だったらせめて、チューチュースタンプじゃなくて、普通のお茶くれ、普通のお茶。MP、MP とか、俺、あれしてないから、あれだけど、MP、お茶にしてくれよ。このチューチュースタンプ何にも意味ないでしょ？え、意味あんのかな？ MP 上がんのかな？領収書ください。君さ、お団子プラス2じゃないか。すごい、今見た中で一番低いぞ。あー！みんな！バルちゃんも、サイダくんも、お茶くれる。ちょっと、お茶くれると、MP 上がるー。マジックポイント上がるー。バルちゃん言ってた、イオナズン使えるって。くー。ベビーサタンのネタ。メラゾーマも唱えても、出てこない MP 少なくて出てこないよー。あー、すごい、お茶ありがとう。なつきさんも、なつきさん、なつきさん、ちょっと、いやー、みんな、ちょっとお茶ちょっと目に入るからやめてくれる？みんな、ちょっといい加減、もうお茶もういいか、お茶にちょっと視線奪われてるから、俺ちょっとお茶に視線奪われてるから。あれ、ちょっとお茶箱もあった今。いや、もうわからんくなるやん。お茶箱、ありがとう。カテキーン。お茶のカテキン効くかな。もう速攻来たな。そこにお肉、ありがとう、お肉ありがとう。このもう目がじわ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 してるのよ。もうこれちょっと大きいな。っていうか大きい、これ。もういいや、この俺のドゥアップ。ドゥアップ。ドゥー。わ。わ、ドゥー、わ。いつもお前を見ているぞ。いつだって見てるぞ。見てるからな。そっから見てるからな。玄関行ってみろ、玄関。玄関行ってみろって。玄関の覗き穴覗いてごらんよ。言うてね。昔世にも奇妙な物語ってさ、怖い回あったじゃん、タモリさんの。もう情報量多いな、これな。ちょっと
あ、急になんかフリーメイソン感出た。フリーメイソン、フリーメイメイソン感出たな。世にも奇妙な物語でさ、怖い回あんじゃん。マジで未だに印象に残ってる怖い回あるんだよね。なんかストーカーみたいなやつなのかな、なんか死んだ霊のみたいなやつなのかわかんないけど、昔のさ、団地っぽい扉のさ、こう、郵便受けってさ、郵便受けパカってやると中、部屋の中まで見えるじゃん。見えるの知ってる？すげえ昔の団地みたいなやつ。そこを覗いてる目が、白目が全部真っ赤っていうのがめっちゃ怖かった。めっちゃ未だに覚えてる。その回覚えてる人いるかな？俺だよ。お前ワリオみたいに言うなよ。俺だよじゃないんだよ。女の霊だっつってんだろ？屈強な男じゃないか、サイダ君。男じゃないよ。屈強な男だよ。アレクサー、アレクサじゃねえ。アレクサじゃなくてな。アレクサ、絶対アレクサじゃない。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 なんだっけ。アレクサ、焼肉おごって。それはできません。それはできません。アレクサー、アレクサじゃない。もう思い出せない。俺さ、前にさ、配信してるときにさ、あ、ハヤトの、カレンダーのネタ、忘れちゃった、なんだっけって言って、あ、思い出した、これ一番面白かったの思い出したわって言ったのが、アレクサ、焼肉おごって、だからね。前あったじゃん。それでも、言ったらさ、ネタバレだからさ、言わなかったけどさ、もったいぶるほどのものじゃなかったな。だとしたら。怖え。これ怖えな。そうなんだ。あれはね、それだったんだよ。目ん玉が噛めて小さくなった。だからね、ちょっとね、まあ話戻るけど、乾杯しよう、とりあえず。ね、みんな、寒かったろ今日も。今日はうちの妹の誕生日です。やったー。早くねっていう、歓声止むの早いっていう。じゃあみんな焼きケーキになっとるよ。みんな乾杯。妹も、もう、21歳ですよ。もう4つ違うからね。うん。いや、ケーキうまそうやね。大きくなったね。大きくなったよ、ほんとに。111よ。いや、ありがとう、みんな。何気にデュエルジェルの音源、かなり、妹登場してるからね。知ってた？みんな。そして、ゆうややばせでも出てんの知ってた？聞かしたろかい？
妹の透き通る声聞かしたろかい。俺譲りの面白い、前言ったっけ、俺妹の声をさ、キーをさ、こう機械でさ低くするとさ、俺の声にすげえ似てんだよね。ちょっと待って、カラオケどこ、面白いよね。面白くないか。多分その声帯っていうの、声が声帯が多分すごい似てるんだろうな。あーやばい、ぶっ飛んだハードディスクの方かも。マジでハードディスク 8テラ行くとかさ、ほんと最悪だわ。8テラだぜ。あーもうない、Nothing ないよ。 Oh my god。 あ、でも同期のクレッシェンドの同期のハモだけ流したら妹の声聞けるかもしれない。あった、動機のハモだけ聞く。動機のハモ流すバンドマン、どういう配信。動機のハモ流すんだぜ今から俺。やべえな、イカれてるな。この後だね。これサビだから。ありがとう想いの思ってくれるだけで。どう？いや、美しいボイスだよね。美しいボイス、やっぱ俺に似たよな。完全に。骨格から。しかもこれさ、上の歯も入ってんじゃん。あー、お肉ありがとう。ちょっと、妹に渡してくわ、お肉を。兄の方だと思ってたよ。で、妹だって言って聞かしてんだろ？なんで兄の方だと思って聞いてんのよ。 すごい先入観持って聞いてるだろうそれ。女の子版ゆうやさんなの分かる？これね、俺の声をね高くした時もねそうなのよ。ちょっとね似るんだよね、やっぱり声似てるよな。これさ、上のハモもさ、悪いけどちょっと撮ってっつってさ、上の歯も知らなかったら全部兄だと思う。お前がずっとさ俺のことを兄っていうのをまずやめてくれない？サイダ君、俺は兄で呼ぶのまずやめてくれない？そこがすごいずっとね違和感ないよ。ずっと兄だと思って、兄の方だと思ってたよってさ。なんで俺を兄って呼んでんだよ。なんか、全然入ってこねえの、そこだわ。最後、俺を兄って呼ぶのやめてくれる？うん。これさ、
高いハモがあるんだけど、1オクターブ。1オクターブ高いハモも、もう生で撮ってもらったの。だからそれがね、マジで苦戦してたね。これ、機械で上げてもいいんだけど、機械で上げると硬くなんだよ。パキパキって音するから。ちょっともうそれを踏まえてちょっと聞いて。上。持ってくれるって、もうマライア・キャリーみたいな声出てるの。マライア妹なのよ。ありがとう思いの。あ、なんかすごいシュール。持ってくれるだけで出会ったこと、後悔しないで。これ私よ。兄の方。斉田くんが兄言うとさ、なんか北斗の拳の世界のなんかこう感じするんだよ。ああ、ウケんな。はい。ということで、皆さん、この冬はいかがお過ごしでしょうか？俺は、マジで静電気が強すぎて、帯電がひどすぎて、静電気のヘアゴムを、買ったんだけどさ、静電気防止のヘアゴムとかさ、静電気防止ってさ、軒並みアマゾンとかで買う前もさ、評価低いんだけど、あれ効くの？効かないの？どっち？いや、まだ届いてないんだよね。今せっかくだから動機だけ流してるよ。クレッシェンドピリオドの。あ、聞かない。え、あんまりバチバチならん？みんな絶縁体なんじゃないの？どんないじり？あー、帯電する体質だったりとかってあるみたいだよね。これやっぱピアノっていいな。ソアン先生のピアノが響き渡る。なんか触る前に壁一回触ります。いや、あのさ、車がさ、マジほんと嫌なんだよね。バチバチってもう。ミネラル不足？あ、ほんと？マジかよ。え？不規則な生活をしていたところ、かなり静電気に悩まされていました。マジで？え？そこ、え？因果関係あんの？食生活とか。いや、それちょっとかなり意外だ、俺。この豆知識ひけらかし博士、いや、豆知識ひけらかし王の俺の知識を持ってる人も全くそれは知らない。あ、手の甲で触れてからね。いや、だから俺もうむしろ、車の扉とかはもう、脇とかで閉めてるもんね。脇？二の腕で閉めてる。内側二の腕で閉めてる。手のひらで一回バーンしてからっていうのは、そのバチっていうのは痛くねえよってことにするためなのかな。
わかる？扉開いて閉めるときにこの内側のこの上腕二頭筋で閉めてるね。うん、上腕二頭筋で閉めてるな、確実に。マッソー、うん、マッソーって言って閉めてる。だからマッソーって言ったときに必ず周囲の人に見られるけど、それはもうでも静電気が落ちるよりは起きるよりは絶対いいからしょうがないよね。で実際マッスルな部分でやってるわけだし、ポロペン、ドアの緑の部分、車降りるときはすぐにドアの緑の部分、緑の部分、緑の部分、縁、あ、ドラペン、マジ勘弁してくんない？本当に、はい、恥かきました。また、いや、めっちゃ緑の部分、緑の部分、いや、それ、自分ちの車緑なだけなんじゃないのと思ったのよ。ちょっと待って、マジで漢字読めん。まあそうだね、目が腫れてるからな。いや、パッと見緑でしょ、緑の部分。いや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 、もう緑じゃん、これ。おい、漢字変えようぜ、もうこれ。これ、俺ちょっと運動起こすわ。漢字研究の、あれで、あれの、協会に、どっかの大学の、調べてる人に言うわ。縁と緑分かりすぎ、分かりにくすぎって言うわ、これ。キーでドア触ってから開ける。あー、それでいけんのかな？いや、もうほんとさ、漢字間違い激しいわ、マジで。今まで何？猿年の猿と縁と、なんかあと2個ぐらいあったよね。まあ言わ、もういいよ、もういい。人間失敗はあるからさ。なんかすいません。いや、こちらこそすいません。いつも見てるぞ、いつもお前を見てるぞ、いつだってこっから見てるからな。縁ってひらがなで、これから縁はカタカナだからな。いいな、みんな縁はカタカナだぞ。よろしく。ね、こっから見た人マジでフリーメイソンかと思うよな。黒縁メガネ、黒緑メガネ、黒緑メガネじゃんそれ。黒縁メガネと思いきや、いや、もうこれこんな配信になるとあれだな、チャット画面出さないとちょっと成立しないな、アーカイブ残しても。あ、皆さん、アーカイブといえばですね。はい。メンバーシップの方を、開催したいと私は思っているんです。メンバーシップで殺し合いをしていただいて、で一番最後に残った方が、インポスターということに。まあ、バルちゃんと前々からね、お話をして、どういうふうにしたらいいかなという。まあ、言ったら、会員制みたいなところなんですけど、俺すでにフォローミーという画像の料金制のインスタグラムみたいのをやってたりしてて、そう。で、まあ、それもあるんだけど、まあ、やる理由としては、
アーカイブを 100% 残すってところ、まあ、例えば今日、演奏した曲とかコピーした曲とかっていうのも、2週間バッチリ残ると。でちょっと申し訳ないんだけど、まあ、YouTube はね、先週分2つもう今、上がってるんで、それ、今の放送が終わったら、上げようと思うんですが、YouTube のアーカイブの残すのが、全部残してんのが、ちょっと、違うのかなっていうのは思っていて、っていうのがね、そう、もったいぶってるって話じゃなくて、単純な話、俺は好きなプロゲーマーがいるんだけど、まあ、ストリーマーと呼ばれる人たちだね。まあ、プロゲーマーは、まあ、プロのゲームのスポンサーがいて契約してるってとこなんだけど、もう、プロゲーマーを引退して、ストリーミング放送を主にやってる人をストリーマーって言うんだけど、まあ、そのゲームストリーマー俺かなり好きで、たくさん見てるんだけど、その人たちのやり方、あ、なるほどなと思ったのが、まあ、自分が視聴者だから気づけたことなんだけど、例えばこうゲームを生放送でやってるじゃないですか、まあ放送だったりを、まあ雑談放送とかしてるんだけど、俺の好きな人は1日前見たら、だから400時間、月に400時間放送してんの。1ヶ月の時間が720時間ぐらいらしい。中400時間放送してる人がいるんだけど、最長400時間って言ってたね。まあ前に俺が言ってたデトネーターっていうね、プロゲーム集団がいて、その人の、そのまあ、何人もチームなんだけど、そのうちの3人ぐらいをね、結構見てるんだけど。でね、それ全部アーカイブというか、まあ、残るんだよ。ツイキャスみたいに。でも、19時間とか残ってもさ、見れないじゃん。正直、俺、その、4時間とか残ってるやつでも、あ、4時間ならちょっと見るのやめとこうってなんのよ。それはさ、見逃した人のためだけだから、やっぱりそ再生数なかなかいかないんだよね。時間が4時間、5時間ある時点で、まあ、パッと見に来た人なんか、クリックしないじゃん。そりゃそうだよなって感じてて、まあ YouTube って大体10分ぐらいでしょ。10分でも長えなと思うぐらいじゃない。でね、クリップって言葉があって、まあ言葉というかクリップっていうものがあって、要は、その、配信の中でのハイライト。このシーンおもろいよな、みたいなところを編集して、クリップとして、個別に載っけてんの。例えばこういう話してるとことかさ、別に、いらないじゃん。面白いとこではないからさ。で、そのクリップを YouTube に上げて、要はさ、テレビ番組でもそうなんだけど、こう収録時間めっちゃ長く撮って面白いところ編集して、でじゃあテープチェンジ入りますみたいなところまではやっぱ映さないわけだよね。そういう無駄な時間がやっぱり長い放送だとあるから、まあ、テープチェンジみたいなこう地味なあれじゃないけど、その浮き沈みがあってとにかく長いから、増刊後ほんとさ、毎回笑わせるのやめてくんない？本当にもう迷惑だわ。もう増刊号だね。いいとも増刊号みたいなもんだね。でもさ、これ、斉田くんもそうやってるよね。でもね、これ多分上等手段なんだと思うわ。もう単純に毎回、じゃあ YouTube 上げました、サムネイル、なんか、ワイン、サングリア作ってみたら、犯罪だったってクリックして4時間あったらさ、見んじゃん。いや、どこやねんって話じゃん。で、やっと見つけてみた割になんか地味だったりするとさ、なんかあれじゃん。だったら、ちょっとその、ピックアップしてハイライトするところをピックアップして、ちょっと面白く編集して、見てもらうっていう。逆に言ったらライトな人というか、まあ、俺もライトじゃないと思うけど、その、ゲーム配信の人見てる、ストリーマー見てる中では、やっぱね、4時間ってなるとね、なかなかだからね、そのクリップ集をやっぱり常に楽しみにしてるんだよね。
正直その、まあ、YouTube の使い方がちょっと違ったのかもなって思っていて、 100% のアーカイブは、ツイキャスにあくまで見逃した人のためのもので、まあ、時間もないし、なんか配信の中で面白いことあったところちょっとまとめてほしいなとか、要は時間ないし、まあ、忙しいからそういう要点だけ知りたいとかってなると、クリップを見る方がかなりね、生産性があるなっていうふうに、まあ自分が視聴者だから気づけたことだったんですよね。だから俺はなんかそういう意味で、やろうかなっていうふうに思っております。なんでツイキャスの方に、アーカイブは、2週間残して、でその編集、そのデータをダウンロードしてきて、まあ高画質とかで撮っといて、同時に配信するとともに撮っといて、でハプニングとか面白いシーンとかを、だからピンポンとか鳴ったシーンとかさ、まあ面白くないけど、俺は全然、まあ俺は全然面白くないんだけど、あれは何にも笑えないし、なんだったらもうちょっとおーおーってなるけど、なんか面白いシーンを5分とかで、まあサムネイルも作ってクリップとして上げていこうかなっていう。だからもうね、なんかまあストリーマーの人を見てると、もう本当に何々の話みたいな、なんか滑らない話みたいな、滑らない話もさ、なんか10分もないじゃん。言ったら、聞いてくださいよ、何々だったんですよまでが、まあ3分だとしてさ、その3分の話を綺麗に編集してあげるっていう感じ。 YouTube 登録してくれた人いるのに、毎回4時間とか時には6時間の動画上がっても、いや登録したけどそんな、ええってなるじゃん。映画赤毛のアンかよと思うじゃん。映画赤毛のアンめっちゃ長いからね。いやシンドラーのリストかよと思うじゃん。普通の映画だと思ってたらすげえな、長えみたいな。そう、だからクリップっていうのがだからあるんだなと思って、俺よりももっと長くやってる人たちはやっぱクリップを活用してるんだなっていう。俺もそのバンドマンね、デュールジェルのメンバーはバンドマンにしてはさ、すごい長いじゃない、配信してる時間は。でもまあストリーマーで言うと1日10時間以上配信してたりするから、そういうのをまあ見たいけど、なんか要点でいいなって俺なったんだよね。なった時に、ああそれも多分みんなも一緒だなっていうふうに思って、ちょっとそこで活用したいなってところだね。まあでも今そのフルバージョン2週間で消えちゃうっていうのがちょっとまあ微妙であるから、今まで通りそのなんだろうな、軽く編集してコピーの曲とか YouTube に残せないものは上げていこうかな。ただサムネイルにこだわらない、サムネイルの作る時間すごいかかるから、サムネイルはクリップに時間を使おうかなっていう風に変えていこうかな。だから例えばゆうや通常放送、シャープ75とか日付だけつけてやっていくとか、まあサムネイルはもうそのままでタイトルだけ日付にしてコピー曲以外を上げるとか YouTube に、じゃないとなんかこうどっちつかずだなっていう思ったんだよね。なんていうかこう新規の人が見てくれてももうクリックしないよね。俺だって4時間6時間の動画毎週2で来てら、かなり好きでもあんまり普通に忙しくて見れねえよってなっちゃうから、だから例えばだけど
そういうクリップだけのページとかチャンネル作ってもいいのかなとか思ったりもしてるね。そのさ、クリップはさ、任意でファンの方が作ってたりするんだよ。ストリーマーは。例えば、I love you やとかみたいなサイトを立ち上げて、で、認可もらって、いや、それで運営していいよ、みたいな感じで、面白いところをクリップとして使ってたり、で、それはなんで認可、その本人が下ろすかっていうと、やっぱそのクリップを見て興味を持ってくれたり面白いと思ってくれるってことがやっぱり多いからなんだよね。やっぱ曲でもさ、視聴って言ってさ、やっぱサビを聞かしたいじゃないってところでさ、 A メロ B メロだけで終わってこの曲どうですかってところになっちゃうんだよね。あんまりにもこう長いとどこを見ていいかわからないっていう。フルバージョン消えちゃうならできるだけたくさん YouTube にも残してほしい。そうだね。フルバージョン、まあだから今まで通り、その権利に引っかかるものは YouTube には上げられないから、っていう風にしようかな。まあどうしようかね。難しいとこだね。これ、そうか、2週間で消えちゃうのかな。ちょっと待って、ちょっとそれ知ってる人いますか。2週間、確か、アーカイブ2週間で消えるのかな。あ、消さない限り消えない。バルちゃんのは2週間。あー、設定できるってことなのかな。そう、だから、なんていうか、この、俺とバルちゃんで微妙に違うのが、ちょっとその、メインの用途がちょっと違うというか、俺は割とその、コピーも、しばらく残せるっていうところが、かな。あとはその YouTube で、に上げる手間というか、時間も実時間でめちゃくちゃかかるので、そこをクリップにしたいなってところなんだよね。そう、ファンの人がね、作るとね、ほんとね、あ、セクション分けっていうのがあるの？そう、ファンの人作るとね、すげえいいの。特にね、すごい好きな人が作ってるから、例えば俺が見てる、スタイリッシュヌーブっていう、関裕太って人、デトネーターっていうところのね、その人のクリップをもうほとんど、あと釈迦って人のやつもうほとんど見てんだけど、その二人は、もうまとめが、3人ぐらいまとめを作ってる人がね、I love Stanu、Stanu切り抜きチャンネルとか、それファンの人が作ってんのか、頼んでんのかわかんないけど、YouTube チャンネルセクション分けした方がいいよってどういうこと？斉田くんちょっと教えて、それ。LINE で教えて。そう、だからね、ちょっとね、なんていうか、せっかく登録してね、登録してねって言うけど、まあ登録したけど、普通に YouTube 好きな人が見て、4時間の動画ばっか上がってたら見ねえよなっていうところはちょっと気づいて。うまくね、面白くできればいいなっていうふうに思っています。ね、5にいればじゃないけど、ちょっとね、その YouTube に残す用途を変えようかなっていうところだね。多分切り抜いたら面白いところめっちゃあるんだよね。みんな。ね、俺それね、銀刺しでも思ってたんだよ。銀刺しって、まあ普通にバラエティだけど、生垂れ流しであんなバラエティってなかなかやらないじゃない。テレビ番組で。
テレビ番組ってやっぱり面白いところ凝縮してカットしてるから、そのテンポ感が面白かったりさ、そう、編集がねすごい大事なんだよね。で、銀刺しってそのマイクもこうディスるわけじゃないけど、マイクもピンマイクじゃないし、音量もその人それぞれで定めてるわけじゃないから、かぶったり声がかぶったり聞こえなかったりすることもあるし、ここなんて言ってんだろうって、何回負け戻しても分かんないとかっていうのもあるし、でもそんな中でこう編集して、ね、いいとこつなげ合わせると相当面白かったと思うのよ。でもやっぱり毎回1時間半ってライトな人って見れないじゃん。いや俺だってヒカキンさんがさ、どんなに有名だとはいえちょっと興味あるから見たいなと思ってもさ、毎回1時間半上がってたらさ、やっぱり見ないもんね。やっぱ10分だから見てみる、5分だから見てみようと思う。そうね、な、銀刺しはさ、その我々のこのね、編集とかがこう手を出せるとこじゃなかったから、これからのやつはね、例えば俺が編集してもいいしね、今ちょっと緊急事態宣言また出てるからなかなか厳しいかもしんないけど、いやー時間判断するよ。俺もだってその好きな人でさえ、まあ、クリップ見てて、でクリップの中にも長編って言って、その前後見ないと分かんないから長編にしないとダメだっての分かんだけど、たまに2時間とかのやつ上がんのよ。やっぱね見ないもんね、好きだけど。いやちょっとこれ2時間時間割れんの結構厳しいなっていう。で実際に俺クリップ見て好きになってるからさ、その人たちのことめっちゃ面白いなこの人たちっていう。俺その水曜どうでしょう大好きなんだけど、その水曜どうでしょうはまあ逆に長く見てどんどんじわじわ好きになってくって感じなんだけど、その内輪のノリの感じが、水曜どうでしょうの感じがすごい好きで、やっぱ面白いシーンをこう集めてあるとこう入りやすいよな。だからどうでしょうはすごいと思う。その長いからっていうのもあるけどね。だって水曜どうでしょう新参者のためにって言って公式ホームページで、なんか一回のその全部の放送、その企画のなんだっけな、どこだっけ、白夜のところに、白夜のところに行くやつ、カヌーでなんか渡るやつがあるのよ。もうちょうど忘れした。その水曜どうでしょうのその回とか上がってんだけど、全6話とか、いやユーコンなんでユーコン出てこないんだろう、ほんと怖い。ユーコンね超名作なの、ユーコン超名作なんだけど、それ公式ホームページにタダで見れるのがあるんだけど、ユーコンはね面白いんだけど、言っても 3,4 時間あるからね、それやっぱね入りにくいよね、ユーコン。水曜どうでしょうはだって大泉さんが大学生の頃からやってるから、もうローカル番組だけどもう20年ぐらいやってるでしょ。15年以上やってるもんね多分ね。まあね、ちょっとそういう感じでやろうと思ってますね。いや水曜どうでしょう面白いよ。俺も水曜どうでしょうほとんど見てるもんね。でさっちゃんさんが大使だからさ、不二家の家とか行ってるからさ、俺だからすげえ宝物なんだよ。不二家と嬉しいからちゃんゆうさんへって書いてもらったトレーディングカード持ってんだよ。いいでしょ。まあいいや、そんな話はいいとして、俺水曜どうでしょう 大好きだからさ、で俺の話もしてくれたみたい。ちゃんゆうさんって面白い人がいるんですけどって言って、不二家のちょっとそれあれだわ、どっかに開けとくわ、自慢するために。
はい、そんな感じでですね、ちょっと、メンバーシップを、作ろうと思います。で、そのなんかこう見切り発車になるの嫌なので、流動的になるのも嫌なので、今のところそういう形で考えているんですが、何かね、ここをこうした方がいいですよとか、そういうのがあれば、言っていただけると嬉しいです。なので、まだ作成には至らないようにしておきます。一応、自分の考えとしてはそういう感じで、開始しようかなって思ってます。はい。でやっぱ全部上げるのはちょっとやっぱりあれかな、やっぱそこにすごい時間取られてるから、クリップだけにしたいところはあるんだよな。うん、ちょっとどっちかっていうと今そっちの方な考えだね。確かにアーカイブって2週間にも設定できるのかもしれないけど、しばらくドライブキャスのアーカイブちょっと上げとくねって俺で上げたまんまにしてたんだけど、まあ、最近、12月ぐらいかな、に、あれ、もうやめたんだけど、そこまでいけたから多分、できんのかな？ちょっとわかんないな。で、そういうのも踏まえてちょっと、実装してみないとわからないところが結構あるので、かゆいところにね、なかなかこういうものって少し発展途上な部分があるのでね、ちょっとご容赦いただけるとと思っております。で、そのメンバーシップみたいなののカードが、デジタル会員証がみたいのがこうできるみたいです。はい、で会員バッジっていうのがあって、バッジをね、たくさんアカウントの横にこうバッジみたいのをつけられるんだけど、バッジ無駄にたくさん用意したんで無駄にたくさん用意したんで、見て一番左これ熱いでしょ。デュエルジュエル2回目のアーシャの時のシャメールで撮ったやつやから、シャメールで自撮りしたやつやから、うん、女性バージョンはないのか。確かにそれも考えた。それもね、実はね、候補としてある。まあ、無駄に多いね。ちょっとね、まあ、どうなるか分かんない。減らすかもしれないし。ふやくんって昔セッションやったな。めめめ。ちょっと嘘でしょ？テトラの偽物じゃん。テトラくんの偽物。ちょっと、ブロックするわ。マジ？ちょっと待って、意味わかんない。どんな登場？いや、懐かしいエリアでね、セッションやったよね。全然ビジュアル系の曲じゃない曲ばっかりやったのよ。世界中ほら笑って、オレンジレンジキリキリ舞でめっちゃ煽ったもんね。キリキリ舞となんかで、いやー、ちょっと懐かしいって人いるよ。ちょっとすごいな。いや、エリアだよ、エリア。エリアでね、セッション大会みたいなのやって、
俺なんかあれだよ、もうメイクしてなかったと思うな。俺そのビデオあるよ、今度見せようか。配信で見せようか今度。 VHS あるよそれ。もうテトラ君もう赤面だよ。恥ずかしいよね俺マジでね、マジでね、変な尖り方してるから。俺変な尖り方してんだよ、めちゃくちゃ。なんかね、なんか変にお笑いかじりみたいな喋り方してんだよ。マジでね、あれ見ると本当にゾッとする。で、ノーメイクで、その当時ピースメーカーっていう服のブランドがあって、そのピースメーカー全身着てて、でもガリガリで、で下がジャージの下みたいなやつで、上があのタンクトップで、キャップを横かぶりしてんのよ。でエクステめちゃくちゃ後ろなんかこう伸びてるみたいな。そん時初めてじゃないかな、舞台で俺歌ったの。これセッションやるって言って、もうそん時から歌いたかったね、多分ね。セッションやるっつって、ギターと思いきや、テトラ君と二人ツインボーカルで、ワンギターでやったんだよ。懐かしい。ちょっといつかそれ、いつかそれ、あのテトラ君の許可が下りたら。つまんで流すわ、クリップして。これ許可っていうのは許可が下りたっていう意味でいいね、もう。あ、結構です、あ、結構ってことはいるってことですよねみたいな、そんな。あ、 OK 来た、ありがとうありがとう。じゃあ他のメンバーはあれだけど、他のメンバーを映らないようにしようかな。ちょっといつかね、いつかだよ。ごめん、もういきなりあのキンキンではあれできないけど、 VHS だから。あー、お肉ありがとう。ちょっと待って、このこんなお肉もらえる？それ結構面白いよ。マジ尖ってっからね、俺 MC とか、なんか変に、なんか松本人志意識してるみたいな、なんかこうシュールと、なんかかましてるからね、ちょっと。マジで痛いよ。しかもなんか、客席、滑ってても、正しいことしてる感出してるから、ちょっとなんか、一番痛いタイプ。VHS をデータ化するやつあるから。いや、若かったよね、マジで。若かった感じの痛々しさがめっちゃ出てる。でもそれね、多分見てるお客さんもみんな若いから、そこまで気にしてないというか。でもこの年になってみると、マジでなんだこいつっていう感じだと思うよ俺はだったら、もう後輩だったら一言言うかもしれん。お前なんかもう後から分かると思うけど、お前ちょっとなんか痛く映るからやめとけよってはっきり言うかもしれないあんまり俺後輩になんかこうなんか言ったりしなそうじゃない？もう今だから、時効だから、時効かもしれないけど、時効じゃないかもしれないからけど言うけど、矢田さんのさ、番組があってさ、あ、矢田さん、12月26、誕生日だから、LINE したわ。元気そうだったよ。いや、元気かはわからないけど。矢田さんのさ、ビジュアル系通信っていうのに、俺は去年、一昨年ぐらいずっとね、あの、出てたんだけど、そこはね、多分ね、目の前に、最前にいた人とかちょっとわかるかもしれないけど、俺結構ね、怒った時あるんだよ。
後輩さんにも優しそうというイメージ。あ、でもね、なんかね、優しいというかね、できた後輩しかいないな、あんまり。あの、これはいかんって言った時には結構言ってるんだけど。いや、これちょっとやめとこうかな、でも。やめとこうかな。まあいいか、伏せておけばいいか。わかる人だけわかればいいかもしんないけど。そう、矢田さんの番組でさ、お酒大好きバンドマンって回があったのよ。で、お酒大好きバンドマンっていうので、俺は お酒大好き側で、お酒飲めない人側があって、で、そこがこう、お互いにお酒飲めるメリットと、飲まないことによってのメリットとか、まあいろんなエピソードトークをするわけ。で、例えばその、後輩じゃない、飲まない芸人じゃない、飲まないバンドマンの方だったら、なんかこう、楽しそうだけど、ああはなりたくないな、みたいな。お金もかかるし、とか、まあエピソードトークとしてね。で、酒飲んでる側は、この楽しさわかんないのは人生の何分の一損してる、みたいな、なんかそんな、なんかノリよ。そんなノリ。で、まあ、毎月、その、いろんな議題をテーマにやってたんだけど、そのお酒大好きバンドマンの会が、結構荒れてて、俺はもちろんお酒大好きバンドマン側なんだけど、席の配置としてね、一番上手に矢田さんがいるわけよ。で、お酒飲めないバンドマンが5人いて、お酒飲めるバンドマンが5人。で、一番下手側に俺がいて、で、矢田さんと、こう、の中で、回していくっていう感じなんだけど、まあ回していくなんて大それたもんじゃないけど、そう。そんな番組があったんだけどね。もう、トーク中に、お酒大好きバンドマンの2人が、まあ後輩2人だったんだけど、その2人が、あの、いわゆるパリピな飲み物をめっちゃお客さんが頼んで、まあそれしょうがないんだけどさ、あの、お客さんが頼んでくれて、あの、いただけるシステムだから、なんかイエーガーっていうね、パリピが飲む厄介な、アルコール度数が高いショットグラスで飲む飲み物があんのよ。で、イエーガーはバンバン、その、入ってて、で、俺の隣二人の後輩が、もう、すげえ出来上がっちゃって、めちゃくちゃ、そうそう、イソジンみたいなやつ。めちゃくちゃ、生放送だよ。生放送なのに、普通に話、エピソードトーク回してんのに、矢田さんが話回してる途中で、他の人が喋ったりして、マイク持って喋ってる時とかに、ウェーイとかって乾杯しだしたんだよ。そう。それ、やばいでしょ？で、ゲラゲラ笑い出して、肩組んで、その回はね、やばかったね。その回は俺はもう、その回多分見てる人、多分ね、分かったと思うけどね。俺も、さすがに怒って、ちょ、来いっつって。お前ら、ほんと、いい加減しろ、って言って。で、水を2本頼んで、すいません、ちょっと水もらえますかって水もらって、で、お前らこれ、あの、俺からだから、もう絶対飲めよ、つって。いや、あれだよ。俺、もうそんな、俺もう相当、あれだから、ちょっと声を荒げないと、そのもうベロベロに酔っ払って、生放送中に司会が、話回してんのに、あれだよ。一気してたぐらいだよ。だから、クソっていうのは本当にクソってわけじゃなくて、どんな説明させてくれてんねん。
ちょっと強く言わないと、インパクト大で言わないとっていう。でお前本当に水、俺からだから。本当に残さずの飲めよって言って、飲ませて、で、その後から、その後から、その俺が怒った後から、もうずっとチーンってなってんのよ。いや、俺怒ったの分かるじゃんみたいな。いや、でも、それは俺は怒るよっていう。前、その、矢田さんにもさ、お世話になっててさ、やってるわけじゃん？で、宣伝させてもらったりっていうのもあって、恩恵があるのに、その生放送ぶち壊しにするってさ、もう超不義理じゃん。で、絶対酔い、お酒の席になっちゃってるから、それをさ、その後から咎めることはできないから、まあ酒飲んでるししょうがないよねっていうふうに思うけど、さすがにリアルタイムで、生放送でやってる時に乾杯してウェーイってやってたらそりゃねダメよ。そんなことがあったよ。だからその回見てた人結構 いると思うけど、そんなことがあったんだよ。その後なんかひどかったからね。その後なんかもう本当にこっからはちょっと言わないけど、あの、俺、怒った話じゃないよ。怒った話じゃないけど、もう、酔いがひどすぎて、放送終わった後、もう、フラフラっていうか、もう、本当に、急性みたいな、ノリになってたから、危なかったよ、本当に。でさ、お酒飲まないバンドマンの人たちの冷ややかなメタルが、もう、半端じゃないよ。こうなるから嫌なんだよっていうさ。いや、わかりますっていうさ。聖夜もさ、そう、俊さんもいて、俊さんも聖夜も、お酒飲めない側だからいいんだけど、もうさ、もう、その、ロフトのさ、新宿ロフトの、ロフトプラスワンの、楽屋ってまた狭いのよ。その階段で上上がったとこになんかこう、キャットウォークみたいな、もう直立できないぐらい、天井が低いとこなんだけど、甘いもの好きと辛いもの好き。いや、結構ね、純レギュだったから、俺はもうほぼレギュラーで、シュンさんとセイヤはね、結構ね、いろんな回出てんだよね。いやー、すごかったよ。あー、福助さんいた。福助さんもお酒飲めない側だったと思う。あと誰いたっけ？キングリョウさんいた気がするんだよな、お酒飲むバンドマンの方で。まあね、そんなことがあったよ。だからもうどうしてもだけど、まあ、そんな、本当に怒んないよ、俺。本当に怒んないけど、もうやむを得なかったね。生放送中にあんなんだったら、もう番組もう、やばかったから。あ、福助さん、飲む方か。いや、ちょっと覚えてないな。そうだね、今さ、そうだね、今、調べたら、その、俺が怒った二人とかが分かっちゃうのは微妙だよね。うん。まあまあまあ、でも。わざわざね、謝罪にも来てくれたから、もう全然全くあれなんだけど。だからもう酒って怖いよねって話よ、本当に。そう？そういう話？うん。そういう話よ。あ、ちょっとね、こっから、今見ていただけてる、子猫ちゃんたちはね、ちょっとね、私ね、目がね、ちょっとね、こう、腫れておりまして、あれがあれなんで、ほんと申し訳ございません。で、ちょっとさ、そのさ、まあ、さっきの話に戻るけど、メンバーシップの話はちょっと、なんかあれば、あれしてくださいね。
いや、あのね、これね、あのね、まあアーカイブ載っけるけど、グラスウールっていう、断熱材兼、あの、防音材、吸音材を、今日施工してて、いや、目に入った気がそう。ああ、目に入った気がする。ああ、目に入ってないね。ああ、でも手についたやつを目の周りになんかこう塗りたぐっちゃって、うん、すごく目が赤いです。うん、とても赤いね。私は、うん、目がとても赤いです。目の周りが腫れぼったくて、とてもじゃないけどね、この、まあ、イケメンで売ってた俺が、やっぱ顔出せないってところで。まあ、顔がね、いいからね。顔だけでやってきたとこあるから。顔が命の吉徳と矢橋だから。顔が命の優也くんだから。うん。で、寝れば治ると思ったのよ。ドラクエ理論で。そしたら、治んなかった。だから、ちょっと一日経ってダメだったら、ちょっと考える。考える。Don't think. Feel. うん、考えないで感じるだから、それは。うん、考えた方がいい。Don't think. Feel. なんかさ、このさ、考えるな、感じろってさ、ブルース・リーの名言あるけどさ、モノマネの人がさ、誇張しすぎてさ、なんか強く感じるんだよね。そのシーン。Don't think, feel! みたいな。全然違うもんね。あの、免許がないって映画してる？舘ひろしさんの。免許がない。もう超トップ売れっ子俳優なんだけど、舘ひろしさんが売れっ子俳優なんだけど、あれみんな知らない？舘ひろしさんが日本の名俳優みたいな感じなんだけど、映画のワンシーン撮ってる時に、運転してるシーンが映るんだけど、免許持ってないから、なんかリアリティに欠けるから、免許を取りに行って本当に運転できるようになって、そのシーンを撮ろうっていう話なの。で、期限内にいろいろ撮らなきゃいけないんだけど、ものすごい不器用で全然撮れないっていう話なの。で、そのワンシーンで、反抗してくれよって教官に言うシーンがあるの。でさ、その反抗してくれよっていうシーンがさ、当時のさ、映画の CM？ そう、変装していくのめちゃくちゃ、もう超イケメン俳優でやってるんだけど、もう、瓶底メガネみたいな、牛乳瓶の底のメガネみたいのをして、変装していくの。あれね、結構面白いよ。普通にね、今見ても面白いと思う。そう、なんかもう、全然目立たないダサいおっさんで、めっちゃ若者がさ、教習所なんか入ってきて、めちゃくちゃね、やられんのよ。おっさん、みたいな感じで。で、期限内に、撮れなくなりそうで、まあ、ドタバタコメディなんだけど、反抗してくれよっていうシーンがあんのよ。でもさ、そこもさ、これ有吉さんが言ってたんだけど、もうそのシーンの印象強すぎて、反抗してくれよって強く言ってるけど、実際のシーンって、反抗してくれよってこんぐらいなんだって。そういうのあるよね。のコーナー。あのさ、チョコプラのさ、松尾さんがさ、チョコレートプラネットの、IKKOさんの真似してる、し始めた時知ってる？今や IKKOさんのモノマネでも、
大ブレイクしてるけどさ、当時まだその皆さんのおかげでしたかなんかで出始めてたと思うんだけど、あー違う、細かくて伝わらないかなかなんかだと思うんだけど、本当の IKKO さん、みんな IKKO さんのモノマネするときにどんだけーって言うけど、本当はそんなにテンション高くないっていうモノマネをやってたんだけど、実際に比べるとね、そうなんだよ、本当にね、そんなテンション高くないのっていうお話だからこの Don't think, feel と反抗してくれよとどんだけは、全部誇張されてるから、モノマネ芸人さんとかがちょっと大きくやって やってるわけだから、うん、そこは本当にテストに出るから、うん、ゆうやカルトクイズがあったら、モノマネで誇張しすぎている3つをあげようっていう問題があったら、それはもう3つ書かないとだから、免許がない IKKO さん、ブルース・リー、だいぶニッチだね。いやでもモノマネってちょっといいよね。モノマネされるってさ、相当特徴あるってことだからさ、千歳とかさ、ソアンもそうだしさ、俺ソアンに何回も言ったもんね、いやめっちゃいい声生かして絶対なんか声でなんかやった方がいいよって、結構熱弁したわ。俺は自分の声全然好きじゃないからさ、いやもう与えられた楽器だよって言って、そしたら、ソワンプロジェクトのナレーションやり出して、そうって思った。そういうことって思った。絶対あれ自分でやった方がいい。いやー、閉まらんのよな、声ってさ。このさ、今ちょっと怖いよ。昔ほどさ、イケボイケボっていう、昔さ、声ってそこまで執着してなかったと思うのよ、世の中が。今の世の中さ、マジ、声さえ良ければいいみたいなのあんじゃん。まあ、声優さんの流れかもしんないけど、もう顔とかどうでもいいんです、声良ければみたいな、ノリあるじゃん。だから俺みたいに顔でやってる人はさ、ちょっともういいからやめようかな、この感じ。言ってて本当に。憤りを覚えてきたわ。声がさ、設定は押し通して。いや、それ変えたらあかんがな。それ変えたらあかんがな。諦めないで。いや、マヤミキさん来てる。マヤミキさん来てるな。いやだからイケメンも辛いんよ。イケメンだけど声はイケボじゃないからさ、俺。いや声は相当あるよ。だからそれこそさ、ゲーム実況者のさ、音じゃさんって、まあ有名な実況者がいるんだけど、その人も、その大塚明夫さんって言って、あ、大塚明夫？あ、明夫さんだ。近尾かと思った。近尾はお父さんの方だ。大塚明夫さんって言って、すごい渋いね、声を出す声優さんがいて、その人の声に似てるってとこから始まったんだけどさ、すごいよね。もうその人気たるや凄まじくて、その本人、大塚明夫さんとコラボしてるもんね。俺、あんな声が良かったよ。
音ん声いいんだけどな。そうそうそう、本物とコラボ、コラボというかね、大塚さんも、ネズミ、ちっちゃいネズミのキャラで VTuber みたいなのやってんの。なんだっけ、なんとかの、なんかね、そういうキャラやってて、大塚明夫だとは言ってないんだけど、オトジャさんとその人のコラボやってたね。いやー、うちのトーンはかなりハイスペックだよ。ああ、そう、名もなきネズミさん。そう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 。おい、名もなきネズミさん、出始めた時に見てて、大塚明夫さん大好きだからさ、まあフォローとかもしてて、で、見て再生数全然いってなくて、で、ましてや、音じゃさんに声そっくりですねって言われてさ、いや、すごい、すごいなっていう。いや、逆逆っていう。いや、しょうがないんだけど、これがでも世の中なんだなと思うよ。音じゃさんに声そっくりですね。大塚さんもね、本当はね、まあ、俳優業もなさっていて、本当はね、声優は、になりたくなかったって言って。その、大塚さんの、親父さんも亡くなられたんだけど、大塚ちかおさんって人が、すごい古い、声優陣の中の一人で、そうそうそう。で、まあでもその当時、その声優に対して偏見が結構あったんだよね。あんまり顔が良くないから、俳優になれなかった人が声優になるとかって言われてた時代があって。まあそれがそういうふうに作用してるかわかんないけど、大塚明夫さんは俳優業で、っていう風に、まあ俳優としてもすごいかっこいいんだけどさ、めっちゃ渋い。ああ、ねえ、吉田鋼太郎さんとどっちか分かんなくなるっていう人結構多いんだけどさ。うん。すごい昔はね、そういう時代があったみたいで。で、そうそうそう。まあすごいよね、そういう。だから今ある人ってさ、そのお笑い芸人もそうだしさ、なんていうかこう流行りに乗ってとかじゃなくて、もう昔から続けて一つのことをさ、ずっと続けてきてる人が残ってて、そこに憧れた人たちがさ、ローマは100日にしてならずなのに、なんとかしてその人に近づこうとしてできねえって挫折するんだけどさ、当たり前なんだよね、そんなものは。俺がさ、まあ、YouTube やってさ、ゲーム実況やってさ、面白いか面白くないか分かんないけど、再生数とかさ伸びないのも当たり前なんだよね。逆に言って、その人たちがさ、ストリーマーとか YouTuber の方たちがさ、音楽パッとやってさ、バンドのかっこよさをさ、一年ぐらいで出せるわけないから、俺らみたいに、デュエルジェルみたいに。だからそういうふうに置き換えて考えると、当たり前だよなと思うね。世の中のものって。本当に好きで誇り持って、ね、浮き沈みあろうとずっと続けている人たちにさ、ちょっと流行ったから参入されたらさ、その他の人たちが参入してきたらさ、いや、そんな甘いもんじゃないぜって。自分でも思うけど。まあでもそんなこと言って、もうパッと始めたギターの人で、もう動きも、
ライブも音も技術も顔もめちゃくちゃいい人はいるのかもしれないけどね。いやでもやっぱね、積み重ねてきたもののでかさにはかなわないと思うよ。これ一生勝てねえなと思う人はやっぱ何人かいるもんね。当然デルジェルのメンバーに他のそのメインパートの楽器には絶対かなわないし、あのこっからどんなにやっても多分勝てねえだろうなって思うもの、例えばさ、柔道の世界チャンピオンとかさ、吉田沙保里さんを俺目の前にしたらさ、これは一生勝てねえなってやっぱ思うもんね。なんで今吉田沙保里さんを出したのか分かんないけど、もっとチョイスあった、もっとチョイスあったね。でもやっぱ勝てないなと思うもんね。あとそのケンさんにミックスしていただいた時とか、これはやっぱりケンさんに俺もミックスもどきみたいなことはするけどさ、その心にまで響くように鍛錬して打っていくようなミックスの仕方ってやっぱりそのできないし、ケンさんはできてたまるかって感じだと思うよね。いやできるわけないっしょっていう、俺何年やってると思ってんのっていう。ね、そんな風に思ったよ。まあだから声優さんもね、俺もね、仲のいい声優さんがいるんだけど、その人もね、ちょっと自分なんだろうな、声って難しいじゃん。自分がいい声だったらさ、自分がいい声だね、いい声だねって言われ続けてきてたらさ、あれ声優でもいけんじゃないってさ、やっぱちょっと思ったりするじゃん。やっぱちょっと思うと思うのよ、そのプロっていうものを痛感していなければ。なんだけどさ、その声だけじゃなくてさ、まあ一生終わらないぐらいのさ、このも課題がずっとあるわけじゃない。完璧だって、もうこれ以上は技術磨けないわってなるところまではそのどんな声優さんもなってないと思うのよ。あの松本人志さんでさえ、番組収録の後に帰りのタクシーで苦悩するっていうぐらい反省の人だからね。だからすごい人ってみんな反省して伸びてるっていうのはかなりみんなあると思うんだけど、いい声だからっていう人がやっぱ増えてたらしくて、最近自分で声がすごいいいって言われるから声優になりたいって。でもそういう人はもうなんか、まあいろんな声優さんが言ってるんだけど、まずは声優の養成所に行ってくださいっていう、もう根本的になところから学ばないともう全く違うと。まあなかなかね、その郷にいれば郷に従えですよね。うん、努力すること自体が才能のはず、うん、だからすごい人、そうだね。いや努力することってね、ほんとね、そのスイッチ入れる技術とか、自分の奮い立たせるやる気スイッチを入れる技術とか、分かってる人はすごい分かってるからね。俺はねすごい下手、だいたいねルーティンしっかりしてる人ってスイッチを入れる傾向にあるね。あとたくさんしっかり寝る人、だ一応言ったんだけどね、その難しいよね、努力するして執着してしまう、やっぱりそのなんだろうな、好
きだけど叶わないものってあって、俺が今からプロ野球選手になることはやっぱ不可能で、でも自分がこう適したものっていうものを伸ばしていくっていうのはやっぱ一番いいじゃないですか。それを効率よく伸ばして自分をうまくコントロールするっていうのが大事だよね。その幸福感だったりいろんなとこでバランスをとって自分を鼓舞するっていうのが大事よな。何この話。いやマジでおじさんの深夜の話じゃん。初め面白トークだったのに、焚き火囲んで酒が進んできたら急になんか真面目な話しだして、2時間後には宇宙の話。いつものパターン、宇宙の話すっからね。マジでブラックホールと相対性理論の話して、光の速さより速く動けばとかそういう話にして、マジでただ眠くなるだけの配信、うん、そんなのもいいかもしれない。マジでね、20代後半ぐらいね、夜中の3時ぐらい1時ぐらいになるともう熱くこの自分持論を展開してぶつかり合っていくのよ。そこで得るものもたくさんあるの、共感するものもたくさんあるの。なんだけどそれを過ぎるともうなんかこう、なんか宇宙の話してるの。あれなんかトイレから帰ってきたらなんかすごい宇宙の話宇宙って怖くね。なんかグレートウォールっていう壁がめっちゃ壁あるらしい、宇宙ってつって、宇宙に壁あんの。でもそれは何万光年先に行かないとなくて、何万光年も光の速さで何万年も作る、なんでそれ分かったのみたいな。あ、こんばんは今日はね目が腫れてるんで、今日はねちょっとね、あのフォレストガンプ思い出して泣きすぎちゃって。フォレストガンプいいよな。ババガンプシュリンプいいよな。ババガンプシュリンプ知ってる？男の人だけだね。斉田くん偏ってない？走り続けましょう、ゆうちゃんも。あ、それはガンプと一緒だね。ガンプも走り続けたから。フォレストガンプはね、面白いよ。そう、後楽園にね、後楽園でね、僕と握手。後楽園で僕と握手って言っても、知らない人多いよな、多分な、もうな、このセリフ。あ、ババガンプシュリンプ知ってる？これね、作中で、戦争を一緒に、戦争に行く、黒人のババっていう人がいるんだけど、そのババは、この戦争から帰ったら俺は、エビ料理の店を作りたいんだ、つって。で、まあ、フラグでとか言って、フラグで、あの、ババはね、戦死しちゃうんだよ。ちょっとごめんね、話間違ってたらごめんね。相当昔見たから。で、主人公の、まあ、トム・ハンクスが、扮する、ガンプが、お金を手にしたときに、このババの夢を、叶えるために、エビ料理のお店を作るの。で、ババガンプシュリンプっていう名前のお店を作るんだけど、そのババガンプシュリンプって映画の中の世界のお店が後楽園のね、ラクーンシティの中に入ってんだよね。後楽園ってね、後楽園遊園地っていう遊園地があるんだけど、そこにラクーアっていうね、商業施設が入ってて、そこにね、ババガンプシュリンプ入ってんだけどね、いいよ。常にね、フォレストガンプがブラウン管のテレビで流れててね、なんかこうアメリカの、なんかこう、
古き良きアメリカみたいなコンセプトのお店なんだけど、まあ高いんだけど、一回だけ行ったことあるな、すっごい昔に。ババガンポ美味しいよね。あれ味付けめっちゃうまくない？あの今でこそメジャーだけど、そのガーリックシュリンプみたいな、ガーリックシュリンプか、ガーリックシュリンプがもうあのメインのお店だったんでね、相当前からあるんだけど、そこをねすごいおすすめ。まあ今知らんけど、エビってうまいよね。エビってうまいけどさ、尿酸値高くなるよね。なんでうまいもんってそうなんだろうね。まあ食べ過ぎなきゃいいんだろうけど。ガーリックシュリンプでスパークリングずっと飲んでた。最高かよ。あのガーリックシュリンプすげえうまいんだよね。なんかね、たまにさ、今まあガーリックシュリンプ出す、なんかハワイアンのお店みたいなとことかさ、ガーリックシュリンプ置いてあったりするじゃん。なんかね、なんかね、そういうの頼むと、大体美味しくないんだよね。まあ、かなりもう味なんて、まあ主観だからあれだけど、俺がね、ババガンプシュリンプを想像して頼むと大体全然美味しくないっていうのが結構あるあるだから、ババガンプはうまいんだと思うわ。後楽園とか豊島園はよく行ってたな、ガキの頃。新聞撮っててさ、まあ昔はまあみんな新聞撮る時代だったんだけど、インターネットとかも全然ない時代ね。その時代にさ、新聞撮っててさ、うちで、その新聞がさ、新聞屋さんもさ、まあバブルだったと思うんだけど、新聞屋さんも潤ってるからさ、そういう遊園地のチケットくれんのよ。でやたら豊島園のチケットもらってた気がするな。豊島園と読売ランドか、あ、いや読売新聞で読売ランドだわ多分。でも豊島園とかももらってた気がする。そう、なんか契約の時にもらえたらしいっていうのはあるらしいんだけど、その後もね永続的に何クールかでくれてたんだよね。でも本当に記憶ないわ。読売ランドなんかめっちゃ行った覚えあるのに、あのデュールジェールでキュアかな、なんかあの取材の時に読売ランド行ったけど、こんなんだっけと思ったもんな。あ、野球チケットね、あったよね。今新聞も大変だよな。インターネットがあるからね、何せ。チケット押さえ2社交互に契約。マジで？そういえば豊島園もなくなったんでしょ？なくなったよね、多分ね。一時期豊島園が CM で東武東上線かなんかのこう池袋から歩くルートのとこにさ、豊島園の宣伝のポスター貼ったんだけど、豊島な女性
豊島にかけてさ、あ、今夜ありがとう。豊島にかけてさ、年配の女性ばっかり集めて水着の写真で豊島園ってやってたよね。行きたいと思うかなって思った。それ行きたいと思うのかなって話を隼人としてたね。これミスじゃないかなって。これプロモーション、これねえ、なかなか。でもこのエピソードがやっぱ生きるからいいよね。このおじさんにとっては響いてるから、まあ、それで行くわけじゃないけど、おもろいことやるなってやっぱ思ってるからね。だから海外じゃない、関西だとさ、枚方パークとかあんじゃん。あ、1月12日になりました。お誕生日の人いませんか？いなさそう？誕生日おめでとう。誕生日っていうのはいつまで経ってもいいものだから。もう嬉しくない年になりましたが、そんなものはない。誕生日はいつになっても嬉しいものなんだよ。これ豆な。これテスト出るからね。お、妹誕生日おめでとう。俺も妹がさっきまで誕生日だったよ。おめでとう。誕生日にめでたくない日などないんだよ。俺が格言残すとしたら、俺が墓に刻むとしたらそれだな。めでたくない誕生日などない。もしくは、兄より優れた弟などいない。その二択だね。それはね、二択で決めるわ。まあ、弟いないんだけど。まあ、それ、ジャギ様。ジャギ様の墓はそうだね。あ、お茶ありがとう。お茶パック。どうする？墓に刻まれてたら。あ、おめでとうの、おめでとうのお茶枠なの？え、なんかすごい。なんかドキドキする。ありがとう。現金書き留めて、妹さんに。ちょっと待って。ちょっと待って。なんか難しいんだけど。この、判断が。これはさ、これ、ありがとう、お茶ありがとう、お茶ありがとうなんだけど、これ、この、その妹さんの俺の妹さんの誕生日ってこと？あ、そういうこと？あれ？妹さんの誕生、あ、そういうこと？あれ？ちょっと、ごめんね。ごめんね。俺、理解力割と低めだから。ごめんごめん、何の話したっけ？お茶ありがとうね。何の話したっけ？あ、誕生日ね。誕生日はいいよな。もう何があっても誕生日だったら祝うから。誕生日の人言ってね。絶対言ってくれよな。誕生日祝うことぐらい簡単なのさ。そして誕生日ほどいい日はないのさね。誕生日の前何の話してたっけ？豊島園とかか。
あれなんだっけ、豊島園、え、豊島園、豊島園、あ、豊島園か豊島園だ。豊島園も変だよな。豊島園ってだって練馬区にあるでしょ。豊島区にあるよ。ああ、ヒラパーの話してたね。ヒラカタパークとかさ、めっちゃ興味あるけど行ったことないよな、やっぱり。ヒラパー兄さんとか、俺アメトークで知ったもん。で、CM とかもアメトークで知って、面白いと思って YouTube でめっちゃ見た。ひらかたパークだよね。で、俺、ひらパー兄さんが、ブラマヨの小杉さんの時と、あと、V6 の岡田くんの時、どっちが先？歴史的にはどっちが先？あ、小杉さんが先なんだ。あれ？分かれてる。岡田くんが後？岡田くんって最強だよな。マジかっこいいよな。マジ強いからな。あ、岡田くんが後だ。じゃあ岡田くん時だ。俺、ファンの方に岡田くんの、ひらっぱ兄さんの、岡田くんの、アイマスクもらったわ。目だけ岡田くんになれるやつ。あれいいよな。あ、あれ、え、あれ作ったら欲しい？目腫れてるやつ、俺の。目腫れちゃった、目腫れちゃったアイマスク。いらねえよな。いや、岡田くん、俺、目を岡田くんにしたら、まあまあいけてたよ。ノーマルの方じゃない。小杉さん、USJ の方が好き。いや、靴下はそうだよな。ヒラパーに対しての憧れは常に持ってるよ、俺は。あ、今度写真撮ろうか。ヒラパーは、なんか、誰に聞いたんだっけな、その地元の人だったか、誰だか、なんかこう、なんかニュースかなんかで知ったのかわかんないけど、ヒラカタパークに、営業してない、営業後の枚方パークに忍び込んで酒盛りするっていう若者がいるっていうのは知ってる。めっちゃ悪いよな。めっちゃ悪いよ。でも俺そっち系だったからな、俺も。どっちかっていうと。なんかやんちゃな人たちがいるっていう話は聞いたね。それ本当？なんかもう普通に侵入するみたいだよ。どうやってかは知らんけど、細かくは。で、なんか捕まったりもしてた気がするけどな。いや、わからないけど。
平パ営業時間外に侵入したことある？どんなアンケートしてんの？いるっしょ。だってほとんどヤンキーじゃん。レディースじゃん、ほとんど。俺の配信見てるのレディースの人ばっかりじゃん。トップ幸福単線あるでしょ。いや、 10% もおるか。 10% もおるかい。29人答えて 10% って3人ぐらいいるじゃない。なわけあるか。まあ、犯罪者率高くね？だとしたら。こんばんは。今日は久々な焚き火配信だよ。またなんかこう雪がまたすごいよね。またトンネルで立ち往生みたいなのあったよな。大丈夫かいみんな。あ、任天堂ワールド行きたいね。俺フォローミーでやあれしたけど、やばいね任天堂ワールド。あれやばすぎだろ。大丈夫みんなのところ雪は。俺も一生スタッドレス履いてるから雪ちょっとなら降ってもいいんだけどさ。マジで2年ぐらい、1年以上スタッドレス履いてるから今。昔のスタッドレスはやばかったらしいけどね。夏はゴムが溶けるっていう。今のはそんなことないね。15センチ。いやー、俺さあ、いや、こんなこと言ったら、お、雪国舐めんなよと思うかもしんないけど。あー、輪島島ね。あ、ドラゴンクエストアイランド。あ、あれもめっちゃいいよね。あれ、いや、いいよ。あれほんといいと思う。任天堂らしい。任天堂じゃねえ、ドラクエっていう感じするよな。ああいう。変に都会に作るのは違うもんな。俺雪国どっちかって言ってやっぱね、もうこの年までね生きてね思ったけどね、マジでやっぱ夏よりはね冬の方が全然、夏より冬の方がめっちゃいいね。いや、堀井雄二だよ。今いくつぐらい、もう80ぐらい行ってんの堀井雄二って。何がびっくりって、ちょっと堀雄二さんいくつだ今。90近いんじゃないの。え、全然いってない。67。俺誰と間違えてんの。なんかずっとおじさんだからすげえ立ってると思ってたわ。ごめんなさい、今のは堀雄二さんディスです。ずっとおじさんだからずっとおじさんだからって言っちゃったよ。堀雄二じゃないな。堀雄二さんか。まだお若いね、全然。え、杉山浩一さんはいくつだ。あ、杉山浩一さんが89歳だ。ドラゴンクエストの音楽を手掛けてる方ね。あ、うん、そうそう、杉山浩一さんと勘違いした。すごいね。堀雄二、何がすごいってびっくりしたのが、まあ後々考えてそりゃそうかと思ったんだけど、60過ぎてんのにドラクエレベル99にしてるっていうのすげえと思ったけど、まあ作った本人だから、なんか逆に
レベル中途半端でやめたら説得力ないよなっていう。ドラクエは3が一番好きだな。ドラゴンクエスト、今大の大冒険っていうさ、ドラゴンクエスト舞台のさやつやってんだけどさ、あれももうリメイクされてめっちゃ綺麗よな。あれ俺らの時代だからさ、クロコダイルがもうね、すぎほどめちゃくちゃやられんのよ。大の大冒険、ちょっと待って、大の大冒険って打てない。大の大冒険は面白かったな。ほんと傘でアバンスラッシュ死ぬほど打ってたもんな俺。死ぬほど人に打ってたし、死ぬほど打たれてたよ、アバンスラッシュを。アバンスラッシュっていう必殺技をみんな真似した。あ、途中だったっけ終わったので。ドラクエってさ、ん ?11 やれ。11ってどんなんだっけ。ドラクエってさ、基本3がモチーフになってアニメ化されてんだけどさ、あ、大の大冒険コラボやってんだ。いやー、いいね。なんかね、まあ3タイトルぐらいあるんだよ、ドラゴンクエスト3がモチーフになってるアニメ化されたものって。俺もダントツロトの紋章だね。ロトの紋章知ってる？ロトの紋章ってさあるのよ。アニメもあんのかな。あ、アニメあんの？劇場版ヤングガンガン、ヤングガンガン買ってたもんな俺は。ドラゴンクエスト列伝ロトの紋章、この漫画はね、もうめっちゃね、ドラクエ好きじゃない人でもね、来ると思うよ。ドラクエ好きならったら、なおさら来ると思うけど。あのね、すげえいいシーンが、いいシーンっていうか、もう、その大魔王から世界が支配されて、その後、勇者が救った後の世界なのよ。で、もう勇者っていう存在が、そこまで、重視されてないというか、もう平和ボケしてる中で勇者は伝説みたいな話になってんの。で、また大魔王みたいなの復活してしまって、またその勇者の子孫が立ち向かうんだけど、そのモンスターが街に押し寄せてきてね、そう、ジャガン出てくるやつ、ジャガン、いやーちょっと泣きそう。そう、結構序盤の話なんだけどさ、その敵のボスが街にモンスターを送り込むのよ。で、勇者はまだ育成途中だから勝てないのよ、その敵に勝てないから。何としてもこの勇者を育てなきゃいけないって状態で、でも自分、その勇者は、あのアレンかな、は勇者はもう自分たちが、その自分が弱いから倒せないっていうのをこうすごくフラストレーションでいて、である時この町にも勇者が潜んでるっていうのは分かって、ある、とある町に、でそこにモンスターが送られちゃうのよ。で、そのモンスターが送られてきて、こう、民衆がね、民がね、どんどん、こう、殺されていくの。で、そこで、そのボスがね、お前らがかくまっている勇者を出せっていうのよ。で、
勇者を出したらお前らを救ってやるっていうの、そのシーンがね辛くてね、そう勇者をさ、だから出ていくのよ主人公は、出てくんだけど、お前がいたせいでお前町やられてふざけんなって言って民衆からめっちゃくちゃ位置投げられるの、もう頭から血流して、でめちゃくちゃモンスターいる中に敵の前に一人で出ていくしかないっていうシーンがね、もうね辛くて、人間ってなったよね。あと序盤でもうすごい信頼してるお姉さんみたいなルナフレアっていうね女性がね、まあいやちょっとネタバレになるから、ネタバレルナフレアがいなくなる時とか本当にやばいね、本当ね辛い、ロトの紋章は辛い、見てほしい。俺ああいう辛いの好きだからさ、お話ししてて泣きそうだもん。俺基本なんかこのうつストーリーのアニメ好きだからさ、あの下着窓まぎとか蔵などとか、漫画はね自粛期間が始め来た時に見たのは巨人だね、進撃の巨人。進撃の巨人はアニメの2クールぐらいで俺終わってたんだけど、なんかちょっとなんかもうちょっとで終わるらしいなっていうので見てみたらめっちゃくちゃ面白いね、マジやばいね。なんか次の巻でもう終わりなんでしょ。そうそうそう、次回、次で最終巻確か。あれは面白いわ。まあネタバレになるからあれだけど、どんどん誰が正しいのか分かんなくなっていくね。やっぱさ、そのロング長編のものって特にそうなんだけど、その完全懲悪って言ってこう敵がいきなりこう 100% 悪いってものじゃなくてさ、やっぱりちょっと社会風刺してたり、この人間の悪いところといいところをさうまく描写するからさ、この相手にとっては勇者も敵なんだよっていうところ、そういう、まあ、普通に考えれば当たり前なことなんだけど、まあ、ガンダムとかね、特に、まあ、それを代表するアニメ、漫画だと思うけど、その辺のテイストの織り交ぜ方がすごいいいよね。あとは、あれね、進撃は、実際の神話に基づいたものがたくさん出てくるから、ユミルとかね、なんかこう天地創造的な、オリジン見ろ。いやーもうだから逆に終わったストーリーだったら見たいっていうのはあるよね。もう俺最終巻まで、まあ、全部完結したものを見たいっていうのはずっとあるな。もどかしくなるんだよね。で、次、また再出発する頃には、結構忘れてたりするから。それがね、まあ、忘れるなって話なんだけど。ベルセルクとかさ、ベルセルクとかもマジ超好きだもんね。ああいうやっぱなんかこうダークファンタジーはすごい好きだね。だからゲーム実況もフロムソフトウェアっていうところから出てるね、ダークソウルっていうね、ダークソウルシリーズとかブラッドボーン、ダークソウルはもう出ないのか、もう完結だって言ったもんな3で。
ブラッドボーンとかちょっと中世ヨーロッパの古い感じのは実況したいなと思ってるから、次出るやつは実況したいなと思ってるんだけどね。ベルセルク完結してない。で、ベルセルクの、進み方見てると、まあ、おおよそさ、敵強いのがいるわけじゃん。例えば、ワンピースももうちょっと終わるのか。ワンピースだったらさ、なんかさ、なんか、五大強いやつみたいに出てくんじゃん。なんか、剣豪とか出てくんじゃん。そしたら、そいつ倒すまでにいろいろあったりさ、そいつの上にまた人がいてってなるとさ、だいたいおおよそ、どのぐらいのストーリーで完結するかっていうのは、こう逆算して出てくるらしいんだけど、今のところ、ベルセルクは、この、配管ペースだと、三浦健太郎さんっていう主人公が生きてる間に終わらないって言われてるね。いや、ほんとそう思うもん。ヤングアニマルっていうとこでやってんだけど、まあ、絵がちょっとすごすぎて、時間かかんだろうなってのはちょっと思うけど、全然進まないもんね。2週に一遍あったらいい方だもん、ベルセルク。でも、ベルセルクは面白いね。ベルセルクもね、ハヤトに教えてもらったんだよね。でもね、女性はほんと見にくいと思うわ。でもほんとよくできてるよ、物語は。だから、三部作の映画があるから、こんな話したっけ俺。もうじじいだから覚えてないけど、したか聞く気がするわ、配信で。三部作の映画があるから、アニメ、CG アニメ映画みたいなのあるから、まあアニメ化もされてんだけど、その三部作を見ると、もう、一発ベルセルクの世界観には入れるね。なんとか編、幼少期編、なんとか編、黄金期編みたいな三つぐらいあるんだけどさ。それはね、ぜひね。そう、女性きついよね。かなり劇画タッチだから、特に初めの方。今の絵とかはちょっとポップになってるけど、ポップっつうか、まあ、ポップなシーンが出てくるけど、まあ、ガンダムもな、ガンダム、ちょっとオリジンか。ちょっとオリジン見ながら、リアクションするっていうのをやろうか。じゃあ、外国人の人がよくやってる、アニメ見ながらリアクションする YouTube、あれなんなんあれウケるよね。え、サイダが泣くの？外国人の人のさ、リアクションと、っていいよね。なんか大同年返しみたいなシーンでさ、オーマイガーみたいな。入っとるな、陶酔しとるなっていう。いや、いいよな、日本のアニメとか入るよなっていう。嬉しくなっちゃうね。オーマイガー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 。うるせえわ、つって。うるせえよ。あれいいよね。サイダくんが泣いちゃうぐらいなの？オリジンは。サイダが泣くなんてさ、ベソ書く。いやー、鬼の目にもだな。まあ目は綺麗だからな。目は綺麗。目以外がすごいみたいな感じになっちゃってるけど、斉田くんのイメージが。ベソ書くか。俺、号泣するわ、じゃあ。俺さ、これ、前言ったっけ？もう前言ったか言わないわ。いいわ。俺、なんかさ、動物物だと泣いちゃうって人いるでしょ？なんかさ、そのスイッチあんじゃん。パブロフの犬的な。もう、梅干し見ると唾液出ちゃう的なやつに近い。この反応に近いやつ。それさ、みんな、あるでし
例えばお母さんがとか、お母さんが辛い目に遭うのダメとか、あの動物ものダメとかあるんだけど、俺さアニメだとダメなんだよね。俺アニメだとマジダメなんだよ。なんかね狂ってんだよね、あの自律神経が。君と夏の終わりブワーだからもう。あの花とか、いや鬼滅やばいよ、鬼滅号泣だよ俺。鬼滅なんだったら俺1話で号泣してるからね。俺1話目で泣いてるから。いやあんないい家族殺されてんだよ、泣けや。感情ないんかお前ら。あんないい家族やられとんねん。ほんとにもう全然感情ないもんな。感情のない人だかり怯えた夜。いやあんなことない、なくない。ええー、ってなるじゃん。無限列車泣くらしいな。いやちょいちょい俺やばい、あのさあーもうこれもうやばい、俺も言ってる最中で泣きそうになる。あの雲のさ、雲の子いんじゃん、雲の子、雲の子、雲、雲、もしもーし、もしもーし、ルイ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 、そうルイが、あーやばい俺泣く。そうアニメの最後、アニメじゃなくて漫画でももう号泣した。あ泣く。おじさん泣かして何が楽しいんだよ、ふざけんじゃないよ。俺今日元気だったらダブル成人式って言って、めちゃくちゃ成人式みたいな格好して暴れ曲ばっかりやろうと思ってたんだから。成人式の格好してトッポい髪型にしてオラオラでガン飛ばしながら激しい曲5曲ぐらいやろうと思ってたのに。あーあると思ってた。いやーそれがさ本当にもう、逆に言ったらあれだよね、アニメ、じゃあそうルイ、まずルイの話しよう。ルイのさあのシーンさ、もうやばいよ。ごめんねごめんねって言って、なんかこうあのありがとうっつって、違ったっけ。あの最後のシーンマジやばい、ほんとあのシーン、本当にあのシーン泣かないやつなんかいないよ、この世にいない。いやきついわ。てかね、鬼滅はね俺漫画、まあアニメもあれだけど、かなりそう、鬼んところはね俺ほとんど泣いてるかも。あのもう思い出すとやばいレベルのところは何箇所かだけど、俺ねちょっと自分で引くぐらいなんだよね、このな泣くの。鬼殺の剣、無限列車見てない、映画館でしょ、映画でしょ。ちょっと違法アップロードしたやつを見ようかなって。そんなものない、そんなものはない。あれほんと未だにあんのかな、違法なんとかってやつ。あんだけ映画泥棒やってて未だにいるのかな。さすがにもういなそうだよな。
そんなナンセンスな、そんなモラルないこと、もう世界的にモラル高まってるよな、あの当時よりきっと。鬼殺の剣ってなんだよ、サイダ君。全然違う。え、なんか違う、え、あ、韓国ゲームなんだ。鬼滅の刃そっくりの物議。知らない。何これ、何これ、逆に気になっちゃうよね。面白。ラル、ラルとか言うなよ。おじさんにしかわかんないだよ、ラルとか。いやー、いや、今のってすごいよね、バトルとかさ、演出。いや、正直だから、なんだろう、まあ表現しきれな、しきれてなかったよなっていうものあるもんな、昔のものだったり。ドラゴンボールとか、やっぱ映画になれば映画になって、最近のであればなるほど、やっぱりバトルシーンすごいもんね。俺ガキの頃見てたセルゲームとかさ、マジでジャンプに追いついちゃうからっていう放送めちゃくちゃあったからね。え、全然なんかセルと悟空見合ってるシーンめっちゃ、なんか音楽と風の音ばっかりみたいな、ヒュー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 って、もうなんか後ろからの視点みたいな、なんぼほどそれ流すのみたいな。後から追いついちゃうから進めなかったっていうのを分かったけど、え、全然、この1話全然進まなかったなとか、あとまあよくあるけど、作画が、その時その時によって、ひどい時は本当にひどいっていう。今、それがな、それがあるよな。まあそれがないよな。その、全部綺麗じゃん、基本的には。まあでも、ちょっと前まであったけどな、え、いきなり作画乱れたけどっていう。あれ、あれ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 っていう。あれ制作、ん、これなんか、こう委託したのみたいな。いや、鬼滅はね、やっぱアニメでヒットしたんだなって思うよね。昔のだからいいってのあるよな、でもな。今、北斗の拳、リニューアルして、再現って言われても、いや、それはそれでかっこよさそうだな。鬼滅はアニメだよな。正直俺、アニメが先で漫画読んだけど、完全に上回ってるもんね。俺、正直その漫画だと、ちょっとわからないなってところがあったり、してて、ん、これどこがどうなってて、どっちが敵だみたいな、ちょっとごちゃっていうのがあったりするもんね。水の表現ね。あのね、アニメの表現で言うとね、俺はね、もうダントツもののけ、もののけはダントツだと思うわ。みんなちょっともののけ見てほしいわ。薬より、あのね、あー、桜井孝宏さんなんだよ。俺が初めて声優で好きになった作品。なんていいセクシーな声なんだと思って、それから声優さんを結構好きになったね。ぜひね、もののけ見てほしいね。これね、和紙みたいな表現ってね、雪が降る表現とかね、すごい綺麗なんだよ。
もうぜひね、これで検索していただけると。アマプラとかあんじゃないかな。サブスク系多分あると思うな。アマゾンプライム。ないかな。あ、レンタルだね。レンタルだね。1話255円。これはね、面白いよ。あの、本当に面白い。綺麗だし、話も、毎回、ちょっとした短編なんだよ。すごいよくできてる。すごいよくできてる。もっと、もっと全然売れていいのにって思う作品の一つだね。なんでこう、知名度と実力が全然伴ってない。もっと評価されていいなぁ。あの世界観いいよね。ネットフリックスあるかな。ネットフリックス、お？もののけ。あ！完全見放題。これね、音楽もいいし、桜井さんの声もいいし、物語もいいし、てかマジ最強だな、俺の中で。かなりマイノリティな気もするけど。ネットフリックスあったよ。で、もののけで、から見て、化け猫ってやつがあるんだけど、化け猫のね、短編のやつが一個あるんだよね。じゃなくて普通のシリーズのやつでいいかも。化け猫じゃなくて、うん。こう、ネットフリックスから言うと、一話目座敷わらし前編からかな。前編後編だね、ほとんどが。で、あとは3話仕立てな、3話の構成になってんのは、序の幕、二の幕、大詰めっていう。基本、どれも全部面白いのと、あと12話までしかないから、結構見れると思うね。俺9話のヌエとかすごい好きだな。いや、てか基本結構好きだな、全部。ヌエは面白いね。これは面白かった。ぜひ見てほしいね。ああ、そう、あやかしか。あやかしのところか、化け猫は方は。もののけになってからかな。ぜひね、お暇な時間があったら、見ていただけると。まあ、長くないっていうのは結構ね、ミソだよね。さっきの、話に立ち返るけど、YouTube もね、まあ面白いんだよ、ガンダム、見て、全話って言うとさ、全話、何時間ってなるけど、やっぱり11話ぐらいだったら、で、まあ、一個一個短編だから、まあ YouTube もね、一緒で、そんな感じに、近いですな、うん。いやー、しかし申し訳ない。今日は焚き火に、急遽焚き火だけど。まあでもこんな日があってもいいんじゃないかなって思ってたのと。まあやっぱ基本雑談楽しいなっていうのと、あとは雑談の方がまだ人がいなくならない。うん。それはあるよな。つか連休最後だよね。明日から仕事だよね、みんなね。またね、Windows の設定今してんだけどね、Windows の設定してバチッと置いちゃう前に、あの、DIY の、その、施工をしちゃいたいなと思ったんだよね。そしてこうですよ。防音の施工をもう完全にして、
俺のこのデスクの奥が窓になってるから、そこをしっかりもう施工しちゃいたいんだよね。だから次金曜日だから、そこまでにはちょっとホームセンター行ってあーだこうだしてやりたいんだけど、さっきさそのさ窓枠にさつけるさ、そのベニヤ板のさでっかいやつ、前作ったやつをさ、あのこっちの窓にも同じ形でいけっかなと思って測ったら同じサイズだったからいけるべと思って持ってったらさ、微妙にその窓枠のさその大きさが違ってさ、でズドーンと落ちたの。そしたらさ、その下にさタイムマシンあってさ、あのドラえもんの、ドラえもんのじゃねえわ、マックのさ保存用の、ちょっとまだ調べてないんだけど、ガツンって言って落ち、そのでっかいベニヤ板が下に落ちた瞬間に、あのタイムマシンが取り外されましたってなったんだよね。だからもう俺過去に戻れないのよ。お、言ってなかったっけ、あの言ってなかったっけ、もう未来に戻れないんだけど、俺未来から来てんだよね。2052年から来てるから俺。ほら、いい感じに居酒屋でこんな時間にタイムスリップの話とか しようよ。もう帰れなくなっちゃう。あ、そういう感じなんですね、じゃないんだよ。そういう感じなんですね、じゃない。帰れなくなっちゃったのよ。困ったよな、本当に。だから、キテレツ祭様に、タイムマシンで来たけど、キテレツに、あの、汚い木のタイムマシン作ってもらって、てん。そう、工事機ね。工事機作ってもらって汚いとか言わないで、かわいそう。あと豚ゴリラってあだ名かわいそう、本当にかわいそう。あと俺その豚ゴリラあだ名豚ゴリラ、あととんがりで、主人公キテレツ、めちゃくちゃ悪口だな。よく考えたらめちゃくちゃ悪口やね、みんな。身体的特徴だよね、とんがりと豚ゴリラは。いや、豚可愛いけどさ、キテレツはさ、とんがり本名？本当にサイダ君ってさ、こういう、そういうとこあるよね。とんがり本名なの？骨川スネ夫みたいなもん。とんがりの声やってる人、マジで？もうほんと、サイダ君、尖るっていう感じでとんがりなんだ。かっけえ。いや、サイダ君はね、あのね、藤子不二雄に強いから、藤子 F の方に強いから、いや、A も強いし、それ以外何にも知らないから。そういうことにしてみる。そういうことにされちゃう。ああ、サイダさんって藤子しか知らないんだって。藤子マニアなんだって。カオルって名前、そうだよね、カオルだよね。カオルって名前だからわざと呼ばしてんの？恥ずかしいから？マジで？すごっ。なんかすごい。女の子みたいだから。すごっ。でももっとあるだろ。豚ゴリラじゃねえだろ。俺、とんがりの豚ゴリラっていう真似できるけど、聞く？まあ、言わないけど。とんがりの声の人、タッチの、達也だからね。そう、三谷さん。ママ、ママ、待ってくれな、待っ
似てない？まったく無理ね。もういいわ、カットする。ここはこれ自信あんだけどな。似てるよね、この鼻にかかった感じの。まあまあはいいとして、グレーゾーンになった人ね。グレーゾーンになったよね。いや、思えばタッチなんかもうカズヤが生きてる時点で泣いてるからな俺ね。死んだよと、カズヤが生きてるって言って泣いてるから。やば。先取りしすぎだよ、もう未来から来てるから。カズヤ、あ、カズヤ生きてるって。わかるっしょ、でも。カズヤが元気なんよ。いやー、でもあれも泣けるよな。野球を一度やめた達也がさ、ボークばっかり打つんだよ。ボークばっかり投げんの。もう、あれ、おかしいぞ、今日のカズヤは。って言ってさ。あんな話ないよ。あんな話。辛い。ワンピースももうちょっとで終わるから、ちょっと見始めようかなと思ってんだよね。俺なんかね、トラファルガーローとか出てきたところぐらいまで読んでんだけど、多分40巻ぐらいまで読んでると思うんだけど、一応なんかこう、今またすげえ最終話に向かってめっちゃ面白いって聞くからさ、ちょっと読んでみたいよね。ああ、なんかエースのところ、俺多分ね、まだ行ってないんだよ。もうちょっとなんだよ。あとちょっとでエースなんだよ、多分。そこが相当やばいらしいね。そこ相当やばいって聞くよ。だから俺まだ初見、まだ行ってないのよ。すっごい羨ましくない？俺、まだそういう、そこ知らないんだよ。それ俺まだ体験できんだよ。まだスクラッチ開けてないんだよ。一等確定のスクラッチ開けてないんだよ、今俺。って考え方もできるよ。だから俺、心のどっかで、スター・ウォーズも、ガンダムも、スラムダンクも、知らないけど、知ったら終わってしまう恐怖感はどっかに抱えてる、生きてるね。もう、初見ほどの驚きはもう、絶対にないのだから。っていうのを遺言にしようかな。いや、見れてないで死んでるな。それ遺言にしたら見れてないで死んどるの。見てからにしよう。見ずに言ってるな、俺。遺言にしちゃダメなのよ。それを墓に変えちゃダメなのよ。こいつガンダムとスラムダンクとスターウォーズ見てねえなっていうね。ただ、戦わないことが勝ちだったりすることはあるから、やはり戦わずして勝つっていうのは一番難しいことだからね。一番簡単なことだと思うけど。はあ、最近ね、いつも、夏木さんとバルちゃんの配信見れてたんだけど、昨日ね、配信、夏木さんの見れなかったんだよね。で、バルちゃんのは、俺朝、起きてって、でもなんかこう、作業してて、で、いつの間にか朝配信終わっちゃってたから、うわ、終わってると思って、
メンバーシップに加入したよね。いいじゃん、俺だって入ったって。俺だって入る権利あるんだよ。俺だって入ったっていいじゃないか。だってアーカイブいつでも見れるんでしょ。入ったよ。俺は会員証だって持ってんだぜ。あれちゃん、なんでチューチュー散布やねん。またチューチュー散布かい、まだ。あれ？スラムダンクの映画化の話。あ、なんだっけ、なんか したっけその話。またチューチュー、またチューチュー取れんやん。チョキメキを運ぶよ、チューチュートレイ。これ30年後のチューチュートレインね。アレンジしすぎて最後のメロディー変わってるパターン。そこ気持ち悪い、うん、のやつ。なんでそこそうしてんの、ストレートに行けよのやつね。もう営業回りすぎてもうおかしいなって思ってる。もうはじめで歌う方が違和感になってる。でも営業にで聞きまくってる人はこっちがスタンダード。いや、久々にテレビでボヘミアーンって、この間っていうかもう結構前かな、テレビで葛城ゆきさんのボヘミアン聞いたら、うわすっげえ、なんかこんな濃かったっけと思って、ボヘミアーンってなってて、いやすっげえなんかボヘミアン濃くなったなと思って、昔の映像流れてボヘミアン流れたんだけど、全然変わんなかった。昔からこうだったと思って、昔からすげえなっていや昔からすごいんかいと思って、なんも変わんなかったわ。昔は綺麗だった説はなんか勝手に思っちゃうのよね。ボヘミアンぐらいだったんじゃないかっていう、今ボヘミアンみたいな、うん、そうしたら昔からボヘミアンだったわ。知ってる？長渕剛さんとか昔超声綺麗なんだよ。何の話？そう、バルちゃんの入ったからね。いつでも俺は、いつでも見ている。これ。知らないの？長渕剛さんの昔透き通る声だったんだ、長渕剛さん。純恋歌しか知らないから綺麗だと思ってる。おー純子、いいよな純子。これ本人が歌ってるやつかな。なんか結構マイクのポップノイズとか入ってたんだけどな。いいよね、若いよね声ね、最高だよね。鹿児島だからさ、10万人ライブ、ふもとっぱらじゃなくてさ、桜島でやった時あったじゃない。あの時の跡地は行ったよ。桜島まで行って。うん。家族で行って、そのライブ行った記念にでっかい石像が建てた。あれはまたインパクトすごいよな。ここに人がいたんだなと思ったな。
で桜島ってそんなフェリーで行くからさ、フェリーで何人乗れんだろうあれ。そこに何万人も来たって、フェリーずっともう何日も前から行かないといけないってやつよね。あれはすごいよね。桜島長渕剛さん、あー DVD なってる、やば。そう、叫びの肖像ってやつだね。モニュメント、やばかったな、ここでやったんだっていう迫力は半端でなかったな。いいね、焚き火ね。いつかね、本当の焚き火の配信をしたいんだけどね。赤外線たっぷりでお送りしたいよね。さあ、音当てクイズ。さあ、今何をしている音でしょうか。ちょっと焚き火一回ちょっとさ、さあ早押しです。あ、正解。ちょっと待って。半端ねえ早さだよ。正解はみかんを剥いてる音でした。え、これわかる？わかるもんか。すごいね。みかん剥いとるね。アンケート取ろうか。正解だった人、自己採点で。ポンカンは含みませんよ。夏みかんもダメです。みかんとします。オレンジもダメです。厳しくいきますよ。すいませんね。ここは本当に。遊びじゃないんで。もうオレンジだって人は本当に。落胆していただけると。うわ、3分の1の人が分かってる。すごいね、みかん食っとるね。あ、ほんでさ、うまっ。ガムテープでホコリ取ってる音、ガムテープでホコリ取ってる音を、じゃあ逆に、やってあげようか。はい。で、メンバーシップの何これ、メンバーシップの
タイトルなんだけど、フィンセントにしようと思うんですけど、大丈夫ですかね？いいですかね？フィンセントにしようと思ってます。なんかこのカードにも、オンラインカードにもこう表示されるので、ゆうやのアーカイブとかだとちょっとなんかしっくりこなかったから、もしくはひまわり、どっちがいいかな。なんかスタイリッシュなんだよね、カードのこう、まあデザインつうか、まあこのなんていうか、まあ作ってから選べるのかデザイン変更できるのかわかんないんだけど、ちょっとね割となんかシュッとしたカードだから、ポップさあんまないから英語の方がいいかなーって思ってるんだけどね。まあそんなにこだわんないのかな、みんな。でメンバーシップなんですが、メンバーシップを開催しますっていう日時を決めたいと思います。次の金曜日の配信の、宣伝も兼ねてなんで23時にしようかな。次の配信の23時に、解禁と。23時、あ、コンティニューありがとう。23時、なんだっけ、はい、そんな感じですね。ちょっとね、だからなんだろうな、すげえ話立ち返っちゃうんだけど、まあちょっと好きになってくれたとか興味持ってくれたって人が YouTube 登録した時に毎回4時間とか6時間の動画が上がっても、それ登録解除したくなるんですよ、俺だとしたら。なんで基本的には、原則的には YouTube に上げるのは、配信のクリップといって、あ、面白かったところとかを切り抜いて10分ぐらい、10分ないし5分くらいで、トントントンっていう、まあダイジェスト的な感じになるのかな、一個一個が。そういう感じで上げていった方が、要点が人となりだったりね、何か起きたことが分かりやすいと思うんで、そんな感じでやっていこうと、切り替えようと思っております。はい、やっぱね、全部上げるってなると、まあ、4時間の動画上げるだけで、1日かかるから。そう、そこもね、ちょっと生産効率が非常に良くないなと思ってたんだよね。そうですな。そこは、ちょっと、まあ、ちょっと流動的に、そのシステムの変更だったりっていうのも多分あると思うんで、多分ね、かなりね、実装されてから間もない機能っていうことと、このツイキャスのメンバーシップが。あとこうやってみないとわからない不具合だったり、この手のかゆいところに手が届かないっていうものがきっとある気がするので、それも含めてちょっと流動的に対応していけたらなと思います。はい、まあ、何らかの方法でそのアーカイブは 100% 見れる風な対処はしていきます。見れなかった回があって寝落ちしちゃったって言っても見れるような、ようにしていきたいなと思っております。一個一個にしたら面白いとこ結構あるからさ、そこをやっぱりガンガンクリップとしてね上げていきたいね。
だから斉田くんがさっきなんか言ってたやつ、なんかそれちょっと後で送ってもらって、もう送ってもらって、送ってくれてない、送ってくれてない。だから斉田くん送っといて、後でそのなんかいい方法があるの。うん、そんな感じでございますね。なので今日までの放送はあの 100% YouTube の方にあの上げますので、編集して。ああ電話？じゃあ佐々木君ちょっと後で電話して。何の音でしょう。何の音かクイズ。ペットボトル惜しい。正解はクリアカップ、水を入れてるクリアカップをコリコリしてる音でした。さあゆうちゃん音当てクイズ第3弾、これは何の音でしょう。やっぱ正解はさっき剥いたみかんをマイクにこすりつけてる音でした。なんでそんなことすんの、汚いじゃん。もう廃止、このクイズ。そんな汚いことするなら廃止。鉄臭くなって、鉄金属アレルギー出るから。じゃあ最後です、何の音でしょう。正解は日清 MCT オイル 100% 中鎖脂肪酸油の蓋を開けたり閉めたりしてる音でした。コーヒーに入れるとダイエットできると聞いて、だから胃腸炎からコーヒー飲んでません、ごめんなさい。何の音クイズ難易度高い難易度死ぬほど高いイチョウヤンはね、もう治ってるのでね、大丈夫ですよ滑舌はなんかすごいおかしいけど、今シャ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 千歳みたいになってたけど今。いやーちょっとあれだわ、ちょっとここで俺は吐露するわ。1月、アコースティックできると思ったのにな。いやできないと思ってたけど、でもできればいいなと思ってたのにな。本当にフラストレーションたまるわ。みんな一緒だぜ本当に。本当だから俺はちょっと怒りっぽく言うよ、みんなを代弁して。ほんとマジでざけんな本当に。あ、お肉ありがとう、お肉ありがとうふざけんなですよ本当に。俺が代わりに怒っとくから、おい静かにしないと思う、もうそうっつって、おいもうこれ俺からだからって言って
水あれするから。まあ何ともならんのは分かってるよ、何ともならんのは分かってるけど、ちょっと一回コロナに声を荒げさせてほしい。お肉ありがとう。マジでふざけんなよコロナ、お前のせいでみんな困ってんだけど。あんまり声を大にして言ってないでしょみんな。言った方がいいよもう、コロナには。ふざけんなよ。おとなしくしろよ。何世界で暴れてんの？ほんと、マジで、ほんとに。ブツよ。ブツよ。鼻デコピンするよ、コロナ。ほんとにふざけんなよ。そろそろほんとに腹立って、ほんとに殴るよ、ほんとに、コロナ。ほんとに。迷惑かけすぎだから。鼻をデコピン痛いぜ。マジ、めちゃ怒ろうかな、俺。今もう、もはや、怒らないでしょ、みんな、コロナには。いや、勘弁してくれぐらいでしょ。めちゃくちゃ怒る配信しようかな。もう、怒号。なぁ、ふざけんな。もう、コロナに向けてめちゃくちゃ怒る配信。スタジオ借りて。もう言いたいこと言う、コロナには。それ、多少スッキリするかもしれない。で、コロナも聞いてっから、あいつら。あいつらもネットしてっから、インターネットしてっから。それ見て、あ、まあ、そろそろなって、なる可能性あるから。コロナに対して怒りの、あれだね。怒りの曲とかっていうコンセプトでもいいかもしれないね。まあ、ちょっとコミックソングになると思うけど。でも今こそバルちゃん、あれだね、レコーディングした、レコーディングでじゃないとでもあれリリック降ってこないんだよな。レコーディングしたらコロナに対しての怒りとか、てかアルバム1日でできる気がする。あの時のバルちゃんマジで神がかってるからね。ざっくりエピソード。ただあの環境でタクシーを聞きすぎてるから、多分割とタクシーに引っ張られるシーンがありそうで、それはそれで面白い。いや、それタクシーで行ってっからみたいな。それタクシーで行ってっからっていうシーンがありそうで、面白い。変わってねえなっつって。ごめんごめん、俺未来から来てっからさ。悪い。未来から来てる笑いしてるわ。絶対それ起きるわ。あんまり人間、そう何年経っても、うちから出てくる感じのが変わんないからさ。それ絶対、それ前言ってるからっていう。もう面白いわ。いや、未来から来てるからね。2050何年って言ったっけ。まあね、レコーディングしてね。あれは俺できないな。あれバルちゃん才能だと思うな。俺できないな、あんなの恥ずかしくて。嘘恥ずかしくてじゃない。あんな風にできないな。あんな面白いワード降ってこないな。2052年です。ありがとう。あれ難しいよ。あれ難しいっていうか、難しいとか簡単とかでやってるようじゃ、俺多分ダメだと思うね。俺みたいにこう、なんかこう狙ってるじゃダメだと思う。狙ってないからあの奇跡が起きるんだな。あれせっかくだから全曲バルちゃんに撮ってほしいよね。
タクシーに引かれたあの日の MV バルちゃん今作れんじゃないのって思うよね。絵はめっちゃかっこいいっていう。はあ、笑った。本当に勝手に自分で言って勝手に笑ってんだもんな。すげえよな、こう放送って。ああ楽しい、ああ楽しい、楽しいのはいいことだね。みんな楽しい？笑ってる？もう大丈夫？仏像みたいな顔して見てない？仏像みたいな、仏みたいな顔して仏頂面で聞いてることない？大丈夫？口角上がってる？口角上げてて、ね、口角上げてよ。これ全然上がってなくて、もう修行みたいに滝に打たれてるような聞き方してる。本当にやめて、やめてよ。うん、今さ、もうさ、お風呂じゃない、お布団にいるよって人どんぐらいいんの？もう寝床に、わしは寝床におるでよっていう。聞いてください。寝床の人。おしまい。あー、でも半分ぐらいなんだ。おっさんのいびき、おい。おい、おっさん NG ワードにするか？おっさん NG ワードにしたら、そこ、なんかこう、アスタリスクマークみたいのでなるぞ。いや、わからないけど、やったことないから。確かにこのいびき、確実におっさんだよな。あー、寝床で見てんだね。これは寝袋の人。寝袋の人は常軌を逸してるよな。それは家だとしたら、私実は今バックパッカーしてて、あのインドの郊外でこれを聞いています。ね、 9% なわけねえだろ。ほんとふざけてるな。はい、インドの郊外で震えながらこれを見てるって人はね、あのいますか？わけねえだろ。本当にふざけてるよな。本当に何が 17% だよ。ふざけるんじゃないよ、ふざけるんじゃないよ。 83% なん、インドだとしたら一緒にいるでしょ、それ一緒にいるっしょ。30人の 17% って言ったら4人ぐらいいるでしょ。え、ちょっと計算できない。計算して。計算の、5人、あ、5人、5人もいるんかい。いや、5人、おかしな数値だよ。だとしたらバックパッカーじゃなくて旅行してんだろ？寝袋でよ。寝袋持ち寄って、インドの郊外で、寒いかわかんないね。すいません、インドが、今寒いかどうか、間違っわからないのに、寒いっていう表現をしてしまいました。本当に申し訳ございませんでした。ねえ、本当にインド寒いかわかんないけどさ、5人見てんだったらもうそうだよね、テントだよね、それね。その5人はテントなの？その5人は同じテント？
これ気になるな。その5人は同じテントなのかな。しかしこの目ブサイクだな俺。その5人同じなの。なんで半々に分かれてすんの。8人いるんだよ答えてるやつが。でなんで真っ二つなんだよ。賛否両論ねえだろ。これ同じテントだよねっていう絶妙な感じなんかいな。これテントからちょっと伸びてる増設したやつだから同じテントではないけど。うるせえわうるせえわ。テントから伸びてるこうタープにいるからタープはテントじゃないしみたいな考えかよ。何やそれ。そうだよ。なんかそうならんやろ。4人でしょ。おかしな話だよ本当に。おかしいね本当に。楽しそうだね。でもね5人入らないテントってことは結構ちっちゃめだからあれだね。俺あれ見た。あれ今テントで思い出したわ。あのさあのテレビでさテレビでさちょっと前さ半地下の家族みたいなやつやってなかった。あの韓国映画のなんだっけあの名前。ナマステあ、パラサイト。パラサイトめっちゃくちゃ面白かったんだけど、俺めっちゃくちゃ面白かったんだけど、俺久々に俺来たんだけど。あれ面白かった、俺は。なんかさ、変なんだよ。バラエティタッチでもあんの。賛否両論ある？ああ、やっぱありそうだよね。俺結構笑っちゃったもん。結構ね、シリアスなシーンとかで爆笑しちゃったけど、爆笑しかけたけどさ。ああ。まあ、ネタバレはね。なんかね、面白かったね。なんかこの、いや別に俺映画評論家でも何でもないけど、そんなにたくさん年間何本見てますとかじゃないけど、その、この年とかになってくるとさ、あと、バンドとかやってたり、こう、見せる仕事やってるととかってあるかもしれないんだけど、その監督の意向とかさ、何を表現したいとかさ、っていうところをさ、結構、同じ視点になってみない、見たいなと思いながら映画見る節があるんだけどさ、それも今みんなもそうかもしれないけど、俺も割とそうで、これ、わざとこここうしてんだろうな、みたいなとことか、なんか違和感を常に植え付けさせられてる感じ。その違和感から目が離せないっていうのもあるな、っていう。それ新しいエンタメじゃねと思いながら見てた。なんかね、変なんだよ。ずっと。バラエティとかコメディタッチでもあるんだけど、コメディまで行き切らないで、で、シリアスなシーンもあるんだけど、なんかおかしいの。夢見てるみたいなの。あれはね、面白いと思ったな、俺。で、単純にあの、韓国の、そう、単純に政治的なことだと、韓国の方の北朝鮮への、に思う、感じって、あんな、フランクな感じな人もいるんだな、とか、なんか、ああ、なんか、すごい、その、情勢のことってあんまり言っちゃいけない感じとか、空気出すの、空気が悪くなる感じなのかなと思いきや、あ割とフランクなんだなとか、そういうとこ見えたりするのも面白かったし、あとね、単純に、街並み？韓国の、こう、都会の街並みじゃなくて、韓国の田舎すぎない、下町っぽい街並みがすごい良かった。
あの表、あのロケしてる場所とかが、なんかこうやっぱ同じアジアだし、建物は違えど、なんかこうやっぱりちょっと日本っぽいんだけど、日本では絶対ないっていうあの感じ。でもこの裏路地だったり、長いスラロームの坂だったりっていうのが、すごくね、日常の、あの、感じが見えるというか。うん。面白かった。違った観点で見てたのかもしれないけど。なんかあとずっとね、なんかドキドキする感じもあっていいね。まあ違和感もそうなんだけど。あれおもろかったなぁ。いつだっけ？ちょっと前にね、テレビでやってたんだよ。で、俺、なんか半地下のみたいな書いてあって、あれセットなの？いや、わからん。いや、なんかね、でもね、セットのとことセットじゃないとこあると思うな。多分ね、自分の家、その主人公たちの家の近くはセットかもしんないけど、なんかこう、雨の中、こう移動するシーンがあるんだけど、あの感じは多分街だよね。いや、わかんないわ。あ、先週の金曜ロードショーか。俺、テレビは、あの、全録を使ってるからさ。全録ってもあれか。5チャンネルぐらいかな。5チャンネルぐらい全部遡れるやつをずっと使ってるね。もう長いな、あれ。よく壊れないな。金曜ロードショーといえばいつだよ、ラピュタやんの。バルス言わせろっちゅうねん。まあでも、ナウシカやったじゃん？ナウシカかいと思ったけど、その理由が分かったから、その深い、その、大敗した世界っていうので、ナウシカにしたっていうことで。今のコロナ禍と照らし合わせて何を思うかっていうところだったのかな。そろそろさ、そろそろだよね。あえてやんないのかな。あんなにさ、ツイッターとかさ、集中して日本だけあんなにバンってなることってないから、サーバー負荷かかるからとか、その時に犯罪を犯すやつとか出てくるからとかなのかなっていう深読み。そしたらバルスのシーンなくなっちゃうじゃんね。ラピュタかっこバルスなしっていう。寿司わさび抜きみたいだね。バルスなしはないよね。こう手つないで。ピーつって。ピーつけるのは良くないだろ。ピーつけたらそこでピーをツイートするわ、みんな。バルスなのかピーだよ。ジブリ作品と千尋以外見たことないです。俺、千と千尋好きだな。千と千尋好きだから台湾行きたいんだよな。行ってみたいんだよな。台湾にファン旅行行こう、みんなで。いやー、でも9分？千と千尋のあの街9分ってところは、なんか結構バスですごい一時間ぐらいかかるみたいなこと聞いたことあるな。行きたいよね。あ、かかるんだ、やっぱり。なんか、結構かかるっていう、なんかイメージとか、なんか聞いたことあるんだよね。
去年台湾行くはずだったのがコロナで流れました。あい台北。ああ、そうなんだ。台北だよね、これ。台北からはちょっと遠いですよ。いや、ちょっと海外、俺もともとね、そのね、海外に対する漠然な憧れはずっとあってね、バックパッカーの憧れもあるんだよね、ずっと。マジコロナ明けたらちょっと配信しながら旅しようかな。ここをキャンプ地とするっつってさ、寝袋を広げてさ、今寝袋の人ってまたアンケート取ってさ、一人っつって俺だけなの。なんで俺が答えてんね。で、一人と思いきや5人いるのよ。で、その5人は同じテントって聞いてみるの。そしたら半々になるのよ。8人答えて。で、なんで8人答えてんだよ、つって。あ、でもあれか、テントに入りきらなかった人、タープの下で寝てる人、うるせえわ、もう。いいわ、もう。さっき全部やったわ、それ。さっき全部やったやつなんよ。うん、そんなんしたいよね。あのさ、しゅんさんがさ、マイフォのしゅんさんが、バックパッカーやってたのよ。俺写真見してもらったけど、マジでバックパッカーだからね。二人で行動を共にしてたのかな。なんかね、インドには3回ぐらい行ったって言ってたかな。で、ニューデリーとか都市部に行くとやっぱ考えさせられるって言ってたね。その、ものすごい都市部で、スーツ着たサラリーマンがパソコンで仕事してる店出たところでは、もうお金のない貧困層の子供たちがめちゃくちゃいるって。割とさ、日本はそこまででもないけどさ、その都市部の隣にスラム街があったりするじゃない？海外って。リオとかもさ、ブラジルとかも。だからそういうのが、なんか、その日本にはないから、この、いっぺんにこう見れて、なんかこういろいろ物を思う風に言ってたね。あとはインドでも、その都市部はまあやっぱ便利だから、シュンさん言ってたのは、ガンジス川の方にタクシーとかいろんな交通機関で行くんだけど、タクシーはマジで 100% ぼったくってくるって。だからいかにも言おうとぼったくるって。もうアジア人って観光な時点でもう強気でぼったくってくるって。まあ、しょうがないよな。それはもう文化と言っても過言ではないとか、そこをね、俺らがね、モラルがなんて言っても何もならないから、あれだけど。だから、こっからここまでどのぐらい行ってんの分かってないと、乗った時に、いや、ぼったくられてるっていうのが分からないっていうのはあるよね。だから言ってんだよ、シュンさんと、ちょっとシュンさん、インド連れててくださいよ。インド連れてってくださいよってまたすごい言葉だけどさ、しゅんさんインド連れてってくださいよっつって、中華料理屋じゃないんだから、町中華みたいなノリで言ってるけど。だからちょっと一回ね、そう連れてってほしいんだよね。なんか結構さ、海外旅行好きだよって人ってどのぐらいいんの？海外旅行年に1回は行きますって。いやー好きだよねー。出たよ。いや、マジで。それは、
それは謳歌してるわ。マジでさ、世界見ないで終えることも、世界見て終えることもできるからね。ちょっと俺これ墓に刻むわ。なんて言ったの今。世界見ることもできるし、見ないこともできるからね。なんのこっちゃ。ちょっと何言ってるかわからないね。年一以上行くよ。36%! やば、たまらん。逆に言ったらあれだね。今、辛いよね、そのルーティンがあったんだったら。いや、やっぱさ、怖いじゃん。そのさ、やっぱりなんかこう、治安がとかさ、あっちついてから、なんか、怖い話、やっぱさ、いい話ってあんまり聞かないけどさ、怖い話ってやっぱ人間の耳って入ってくんだよね。うわ、67%もいる。ちょっと、よくわかんないけど。どういう意味入って。そして、いいえってどういう意味どういう気持ちで答えたん謎アンケート。あのさ、その、やっぱり、怖さはあるじゃない。特に一人とかって言うと。でもそれを奮い立たしてちょっと行ってみたら案外だなっていうものじゃない。世の中のものって往々にして大体そうじゃない。自分が怖がってるものって片足突っ込んでみたら怖くないものの方が多くない？怖いと思ってるものはね。やっぱね、ネガティブキャンペーンされてるものの方が多いからさ、特に日本だと、こう、島国だからさ、陸続きで他の国があるとかだったらまだね、ちょっと違うけど、やっぱり、飛行機だったりで来るしかない国だからさ、ちょっとハードルが少し他の国より高い気もするんだよね。なんだけど、行ってみたら、みたいなのあんじゃん。それを一歩踏み出せるかどうかよな。四国は海外にあります。いやいや、四国は海外に入らんでしょうがい。なんでそんな下げすんでないよ。下げすんでるってか、なんで四国そうなるのよ。いや、でも、それこそな、日本をしっかり旅しなさいよってことだよな。いや、でも47都道府県ツアーで行った時に思ったもんね。やっぱり日本はやっぱり広いし、どこに行ってもある程度開けてるし、そこでその人たちの生活があって、そうやって全部ね、いろんなとこにファンの方がいてとか、なんかそれぞれの環境があってってやっぱ思うもんね。タワマンとか見てもさ、うわ、ここで住んでる人どんな感じなんだろうと思うし、高速道路の闇の中に一個だけ立ってる家見ても、うわ、あそこってどういう生活してんだろうって、生活が気になるというか、その人のもう一個の人生が気になるというか。タワマンはさ、タワマンあるあるあるわけじゃない。ポツンと一軒家はさ、ポツンと一軒家あるあるがあるわけじゃない。きっと。だから多分ああいう番組、ポツンと一軒家とかも、成立するんだと思うんだよね。どっかしらでなんか興味あるんだよな、人の生活って。だから俺のアクセサリー作ってくれたルカくん、ディアレストクラウンのルカくんとかも、佐藤くんとインテツくんと、ムーンボーっていうハワイとか、ムーンボーっていうものを見に行く旅みたいなこといろいろやって、三人三つどもえでいろんなところを旅するっていうのをやってるんだけど、その話聞いたらほんとワクワク止まんなかったもんね。ハワイな行くんですけど、ハワイのメジャーなとこじゃなくて、ハワイの農村地域とかに行って、その現地の人と仲良くなってホームステイするんだって。
やばくない？マジ人生2回目だわ、それ。それ、すげえ憧れるわ。ハワイ島か。そっかそっか。ハワイの中のハワイ島なのか。なんか、いろいろあるよね。マウイ島とか、わかんない。行ったことないかわかんないけど。確かに、その、今や、その、海外のさ、ショッピングモール買い物みたいなところ行ってもさ、基本日本にも大型モール今あるから、驚きじゃないんだよね。俺らもアメリカ行った時に、モール連れてってって、モール行った時に一日で歩ききれねえよみたいなでかいとこ行ったけど、そういうところってやっぱ基本ショッピングなだけで、まあ異文化だから面白いは面白かったけど、あんな何回もね、行くもんじゃないよね。今ネットで何でも手に入るし、基本そこでしか手に入らないものじゃないけどさ、あのハワイの現地の人とかさ、なんかそういう触れ合いだったり、こう、精神の部分とかに触れてみるのは面白いね。その一人の自伝を読ませてもらうようなさ、楽しみがあるような。価値観ってそういうところで多分養われていくもんね、きっと。だからスラム街でさ、もうゴミの中から金属を集めてさ、それを売ってお金にするっていう世界しかないさ、スラムの子たちもいてさ、その人たちの価値基準で言ったら、こう、あの、大きい鉄が取れたらいい、よかったな、今日はな、世界もあってさ、で、ビジネスで成功してる人や忙しくしてて楽しい人もいれば、まあ一人でポツンと誰にも触れられずに、あの、自給自足で生活してるのに幸せを感じる人もいて、その価値観ってさ、そこに行ってその人の話を聞かないと、あの、考えもしないから、そういうのに触れることを今したいなって。今コロナ禍で出れないから余計に思うね。どっかおぼろげで、あの、そういうことしたいなっていうのを漠然に考えていたことではあったから。だから、なんか、そもそも俺割とアクティブな方だと思うんだよね。まあ、ソロやるやつはイカれてるって、まあみんな言ってて、確かに俺もイカれてんのかもなと思うけど、その自宅でライブやるとか、あの、バンギャル配信してみるとか、いろんなこと考えて実行に移すのは、今よしあしあると思うけど、賛否両論あるし、クオリティとかもね、あるけど、なんかこう新しいことをするのが好きだからさ、沖縄配信っていうのもこうざっくりだけどしたじゃない。あれも沖縄行ってなかったら沖縄配信って浮かばないしさ、やっぱそういうなんかこういろんな人に影響を受けてね、行きたいよね。全く違う環境にいる人間に影響を受けてみたいね。だからそういう旅はすごく羨ましい。ノリと勢いのツアーの時、ソロ始めてすぐのツアーの時にさ、北海道が嵐が、ジャニーズのね、嵐さんが来るから、来てたから、ホテルが取れないっていうのと、交通がめっちゃ高いっていうので、なったんだけど、その時にね、北海道はね、ルームシェアみたいなところ、なんていうの？あれなんていうんだ？バックパッカーが泊まるようなところに泊まったの、俺ら。で、二段ベッドみたいのがボン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 ってあって。で、そこはね、本当に異国情緒で、下がカフェになってんだけど、そこ契約してると毎朝食事が出て、みたいな。俺らは飛び入りで3日間ぐらい借りただけなんだけど、下が食堂になってて朝になると、その下のスタッフがご飯を作るんだけどさ、北海道行ってさ、北海道だよ。北海道行って寝てて、なんかいい匂いすんのよ。いい匂いして起きんのよ。何の匂いかって、下でね、ご飯作ってんだけど、いろんな国の人いるから、その日はチェリービーンズだったのよ。
チェリービーンズ違う。なんだっけ、スパイシービーンズみたいなやつ。チェリービーンズってお菓子だよね。スパイシー豆のに、豆煮たやつみたいなやつ。俺、北海道でスパイシー豆煮たもの、あ、そう、チリコンカンみたいなやつ。そうそうそう、豆のやつ。そうそうそう、チリチリチリ、チリ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 、それ。チリビーンズが、あ、チリビーンズ合ってる俺。俺なんて言ってたさっき。ジェリービーンズって言ってた。ジェリービーンズだと思ってたわ。チリビーンズだわ。チリビーンズ、チリビーンズ。チリビーンズの匂いで起きたんよ。俺マジでどこにいるのかわからなくなったもんね。北海道でいろんな人がいる、二段ベッドの、下の奥にいて、チリビーンズの匂いで目覚める。そんなことある？そんなことないんだわ、人生でなかなか。その日、そこはすごかったね。でも、ちょっとなんか、勇気を出して話しかけたりすればよかったわと思うわ。今、コミュニケーション取ればよかったと思う。ほんとね、あれ、トイレもさ、そこ1個し、2個かな ?2 個しかなくて。で、シャワーも1個しかなくて。で、誰かが入ってたら、入れないっていう。それで、順番とかもさ、特にないから、あとこのぐらいで上がるだろうなって予想していくっていう。俺、それ風呂入るのに待ってたらさ、バッて出てきたのは、背が180ぐらいある、女性の強そうな黒人の方で、なんかごめんと思った。お風呂入りたてのシャワーだけど、シャワー入りたてのシャワーブースに入れ替わりで入られるの嫌じゃない？女子だったら。それ絶対海外共通だろうなと思って、うん、ごめんと思った。多分トイレとかも嫌じゃん。居酒屋とかで嫌でしょ多分。女子居酒屋で、まあ、昔ながらの居酒屋で、男マーク、女マーク、ついてるや、ついてるトイレ1個、あと、女マークついてる1個、みたいなのあんじゃんよく。で、私は女マークだけの方がいいんだけど、今空いてないから男女マーク、入っとこうって言って、入って、出た時に待ってるのがおじさんだったりすると結構きつくない？それ、ない？てかもう2時じゃん。気にしない？マジで男は超気にしてるよ。こっちは。なんか、心なしか絶対被害妄想だと思うんだけど、待ってんじゃん。待ってて、いや早く出ないかなと待ってて出てきたのが女子だったりすると、女子はちょっと嫌な顔してる気するもん。絶対被害妄想だけど。逆も嫌？いや、仕方ないよ。仕方ないけど、ごめんね、と思いながら。いや、入る前おじさんだとちょっとあるでしょ？いや、これあんのよ。特にさ、ああ、すいませんって言う？で、特にさ、そのさ、なんかこう、連れて来られた感満載な、言っても、おっさん行くようなところばっかり行くからさ、俺、とか、赤羽会のメンバーとかって。もう、すげえ狭いさ、トイレもなくて、なんかこう、でも肉の鮮度はすげえいいみたいなところ行くからさ、そういうところでもう、だいたい汚いのよ。で、ノリのいい女子だったんだけど、完全にその、なんだろう、酒飲みに連れて来られてる系女子は、かわいそうよね。そういう子たまにいるから。そういう子大体トイレから出てくると、すごいファンデーションしっかり塗り直してるから。ベルベルに酔っ払ってる、ギャーギャー騒いでる下町女子みたいな子は、基本的には、テカってっから。光ってっから。光ってゲレゲレ笑ってっから。いや、連れてかれた子はかわいそうだよね。しばらくトイレ痛いだろうなと思うもん。
もう煙もくもく。つやつや。つやつやのポイントね。今、つやつやポイントだったね。なんか、あれよな、そういう、逆に今、お一人様みたいな流行ってるって言うじゃん、焼肉とかもさ。焼肉一人で食いに行こうかな。そうだ、化粧直すより肉食ってんだよ。で、だし、化粧直すより肉食ってんだよって言ってるよ、もうそういう子。ああ、直してもしょうがないんだろ、つって。ハイボール濃いめで、ういっつって、言ってるよ。いやー、本当に、こんな、そんなこんなで、4時間経つ。4時間経つ。いやー、雑談楽しいね、でもね。まあ、ちょっと目がね、ちょっと今目どうなんだろう。今の、俺の目はどうなんだ。あ!ちっちゃい!それは元から。あ、でも引いてるわ。引いてる引いてる。いい、男前やね。一回も思ったことない。うん、引いてる引いてる。ドン引きドン引き。よかったよかった。やっぱこれ続かんよな、やっぱりな。その一時的なもんだから。手とかの痒みもなくなったわ。よかった。でもちょっと一回これあれだな、もう全部捨てよ。グラスールマジで一回全部捨てるわ。その時はもう本当に防護服でやるから。いや、イケメン設定貫かないだな。いや、鏡見るたびにね、ほんとね、ドキッとするよ、ほんとに。うわ、俺これで歩いてんのやばくね?って思うことはあるよね。なんか、これで歩いてたら毎回、キュンって刺してるよな、っていうさ。うん。防塵マスクね。いや、イケメンすぎてね。サイダくんいつも帽子かぶってるよな。サイダくん、イケメン、顔イケメンなんだからさ、角刈りにしなよ。絶対角刈りがいいって。角刈り、角刈り、角刈り。やっぱ男のイケメンは、角刈りにした時に進化が問われるから。角刈りにしてイケメンじゃ、角刈りだ。おい、今角刈りなんかい。今、角刈りなんかい。今、角刈りのやつおるんかい。いやいや、坊主とかわかるじゃん。坊主とかちょっととっぽくなるじゃん。とっぽくなるじゃん。わかる?とっぽくなるって。ちょっとさ、イカチクなんじゃん。坊主イカチーじゃん。角刈りって、ちょっとダサめになっちゃうじゃん。角刈りだよ。わかる?角刈りって検索してみ?角刈りで。角刈りでもかっこいい男が、本当のかっこいい男だから。イケメンだから。だから、あれだよ。横浜流星、角刈りでも絶対イケメンだから。ただ、坊主だとちょっと可愛くなっちゃうから。角刈りなんよ。わかる?みんな、これを角刈り理論っていうの。でね、荻窪のラーメン屋でね、があるんだけどね。その、ハルキアってラーメン屋があるんだけどね。そのハルキアってラーメン屋は、徐々に味を変えてるのよ。徐々に味を変えることによって、お客さんは、いや、いつもの味で美味しいですね、って、言うのよ。で、徐々に変えずに、味、同じでいくと、なんか味落ちたねって言われちゃうのよ。それがハルキア理論っていうの。で、イケメンは角刈りにして、もうイケメン、坊主にしたら可愛くなっちゃう。角刈りにしても可愛くないから。イケメンだから。イケメンは、角刈り。そう。だから、徐々に角刈りにしても、いや、いつも角刈り決まってるねって。普段、変わんないと思いきや、徐々に角刈りにしてんのに、今日もいいねって言われたら、それは、角刈り理論なのよ。わかる?ちょっとずつ変えてんのよ。いや、角刈りでイケメンって相当だよ。角刈りだぜ、だって。何回角刈り言うの?さすがの、俺の角刈りなんかやばいと思うよ。そうそうだよ。そうそう角刈りはきついよ。
横浜流星の角刈りもやばいと思うよ。でもイケメンだと思うよ。でもやばいと思う。角刈りはそれだけパワー秘めてる。角刈り舐めんなよ。角刈り舐めんな。絶対軽視しない方がいい、角刈りは。そんなこんなでね、あと3分でおしまいですけど。あと3分ですね。あー、トラック野郎ね。いやー、トラック野郎かっこいいよね。かっこいいのよ。はい、あと3分ということで、もうヨタ話はおしまいしますかね。本当に本当に常軌を逸してますよ。本当にこんなね、バンドマンがね、焚き火をバックにこんな変な話して、最後角刈りの話、そう、ぐるぐるっと襟足の方ぐるっと回って、耳の後ろもぐるっと回って、最後角刈りになってるって話、角刈りの話。いや、マジ角刈り舐めないで、本当に。はい、ということでありがとうございました皆様。今日も楽しかったですね。ちょっとね、最近遅くまでいろいろやっちゃってたのがあるんで、今日はね、寄捨て人タイムはなしで行こうと思っております。大丈夫でしょうか判断を煽るしたいんかい、お前、お前ほんまはしたいんかい。うまい、お肉ありがとう。だって連休明けでしょ、だって明日連休明けなんだ、明けなんだし、なんだし、明けなんだし、そう、すでに2時だからね。そうだね。じゃ、今日は、ちょっと、プロゲームの放送、プロゲーマーの放送はやめとこうかな。あ、お肉ありがとう。お肉ありがとう。いや、うまそう、肉。やば。この焚き火と肉、やば。改めてやば。そうだね。目、ちょっと、ね、お大事にして、お大事にしますわ。いやー、楽しかった。楽しかった。今日も楽しかった。いやー、ごめん。音楽とかやんないでごめん。本当に。音楽したかった。これちょっと待って。なんかすげー中途半端に切れる気がする。ねえ、いつもさ、これさ、ちょうどの時間で切ったりするとさ、なんか、突然切ったみたいに言われんじゃん。だからちょっともう一回繋いでいい？もう一回繋いで最後にでいい？これマジ、ほんとこれ嫌なんよ。なんか最後なんかすげー中途半端で終わったけどみたいな感じになるから。もう一回だけちょっと繋いでいい？ごめん。もう一回だけ。で、マジ2秒できるから。2秒できるから。ごめんごめん。だ、ちょっとまた後でね。は、7、6、5、4、3、2。ほら。あ、2で切れた？いや、2で切れたか。さあ、というわけでね、じゃないんだよ。さあ、やってまいりました。じゃないんだよ。よし。今日はね、ちょっとこちらは用意したんで、完全歌なしのボンズ。完全歌なしのボンズは用意させていただいたんでね。なんかね、カラオケバージョンでもコーラスががっつり入ってると、なんか権利引っかかってたんだよ。だからこれもう、声はもう全部覗いたやつをちょっと作ったんでね。いやー、ありがとうございました。本当に、いやー、楽しい、マジ楽しいわ、マジで楽しい。みんな、こいつマジクソ意味わかんないことばっかり言ってんなって感じ。大丈夫？二度と見ねえわっていうことない？こんばんは、今こんばんは、いや、こんばんはって話。楽しいならいいんだけど、俺はもう爆笑してんだけどさ、本当楽しいわ。すごいナチュラル、ナチュラル私、この顔出してない時が一番。あー、楽しかった。ちょっとこれもアーカイブ早めに上げようと思います。で、もう2個はもう上がってるから、それ終わったらとりあえず1個は1月1日のやつかな、1日のやつはちょっと上げようかな。いや、そうなんや、左上の俺なのよ今日ね。いろいろあってさ、ちょっとアーカイブ見てもらえると、ごめんね。
はい、そんな感じで、ありがとうございました。いっぱい、いやー、いっぱい笑ったわ。本当爆笑した、マジで。ちょっと気になるぐらいだわ、近所が。あー怖い、ピンポン怖い、ピンポン怖い、ピンポン、ピンポン、ピンポンやめよ、ピンポンやめ。ちょっとね、1月1日となんかと8日と3つぐらい溜まっちゃってるから、ちょっとごめんね、本当に見るのもちょっとだいぶずれちゃったと思うんだけど、ちょっとなるべく早く開けますんで、まあ結局 Mac に今返り咲いてて、 Mac を今ね、だましだましで使ってる状態なんですけど、ちょっともうちょっとね、機材が届くのがやっぱね、足してね、出さないと使えない機材が結構 Windows だとあったりもしてて、それを届き待ちだったりするんでね、申し訳ないでございますが、はい、そんな感じで、マジで角刈りに気をつけて嘘つけ昆布さん、嘘つくなよ、嘘つくなって、今来たでしょ、今来たでしょうがやめてくださいよ本当に昆布さん来るもんな、今来るもんな。いやー面白かった、でも面白かった、本当に今日ちょっと神回だわ、ある意味今日のアーカイブっていうかクリップとか残すのすげえめんどくさいわ、でもなんか面白かったとこいっぱいあったから、だからなんかさ、面白かったところとかさ、クリップしてほしいところ、ここいいですよってところさ、何分から何分までってさ指定して送ってくれたりしたら、そこ多数決で多かったらクリップにするとかやってもいいかなとちょっと思ってるな。俺が面白いと思ってても世界中の人全然面白くないってこと可能性結構あるからさ、基本俺しか笑ってねえ時あるからさ、仏みたいな顔してダブルダブルダブルって草生やしてる人いるでしょ。でもいや全然面白くないけど、なんかゆうちゃん笑ってるし、とりあえず援護射撃えいみたいな人いるでしょ。それはそれで嬉しいぜぶっちょうずらやないか、おいぶっちょうずらやないか。テントの下りちょっと欲しいな、テントの下りはちょっと面白かった。ベントじゃねえや、ベントの下りも欲しい。あのベントの下りも YouTube するべきだよな、ベント入ったり出たりするやつも。ちょっとまあそんな感じで、いろいろこっからここまで面白かったとかっていうのも出していただけると、 LINE とかで送ってくれると喜びます。はい、そんな感じでありがとうございました。この音楽が終わるとともにおやすみなさいでございます。神回アーカイブハードル高い、ハードル高い。とりあえずね、今回のやつは全部載っけるんで、アーカイブも、楽しみにしておいてください。それではおやすみなさい、良い夢を、ありがとうね。